そうですね、見ていただきましょうか。はい、はい、でもういきなりいっちゃいます、はい、よろしいですか。はい、じゃあ早速いいですかね。じゃあ選評を行かせていただきます、私も今日初めてなもので、段取りがわからないくいんですが、この、ホームページから、投稿順に見させていただきます。じゃあ私が最初あの、投稿の方とですね、はい、あのお題目とあとコメントを最初、お読みしますので、はい、その後先生あの公表の方、はい、わかりました、よろしくお願いいたします、はいはい、ではまずですね、一番最初ですね、リンナ様の、まず投稿で、一つ目の作品が、朝露の妖精、うん、コメントをちょっと押した、うん、いはい、戻し、はい、すいません、コメントがですね、日に輝く、朝露が非常に印象的で、それを表現したく撮影しましたという作品です、はい、そちらの作品がこちらになります。はい、リンナさん、これはですね、当日確か朝一で行かれたと思うんですね。集合時間前に確か行ってですね、撮ってこられた写真だと思うんですけど、これはちょっと凝ってましてですね、2枚合成らしいんですね、どうも、はい、説明していただいたんですが、ピント合わせで撮ったのと、プラスボタンしてもらっていいですか。プラス、はい、はい、あ、なるほど、はい、それをですね、ピント合わせたのと、ぼかしたのを2枚重ねたらしいんですね、これペンだからこそできるという、面白いことで、結構あのファンタジックフォーカスとも違うこのボケ味がなかなかね、素晴らしいんです、こんなことができるんだと思いまして、オリンパスは何というカメラを作ってしまったんですね、プロが裸足で逃げ出すというような感じなんですけど、あのとても素晴らしい作品だと思いますね、はい、背景との、ね、あのコントラストを少し考えればもう少し良くなったなと思います。全体ぷわっとしているので、後ろにこう色目が来るとですね、もっとこれピンクが浮き立つんじゃないかなと思います、はい、で次の作品いってよろしいんですかね、はい、はい、下からいきますか、はいはい、で続きまして次の作品がですね、風を感じる、でコメントとしてはこの日は風が強かったので、それが表現できていればいいのですが、という作品です。はい。お、これも合成っぽいですね。これお話を聞いてないんですが、うん。あ、なるほど。これも3枚、こう、パパパパッとこう、なんか流れたような感じに、やってますね。うん。でもこういう動きはですね、風の動きではないんですね。もう少し流れた感じにした方がいいと思います。どっか芯が1本止まったところに、あとはこう流した方が風の感じはブレる感じがすると思います。でこれやっぱりこう段になっているので、動きもタタタタッというこういう感じの、見た方はそういうふうに感じるので、風というにはちょっとあの表現の仕方が違うかなという感じがします。まあ、でもこの技術としてはですね、なんか使い方があるので、これもなかなか面白い作品だと思いますね。シベなんかもどれか1本あって流れがこう、流れてる方向が一直線であったりこう円形に流れたりすると面白い表現ができるんですけども、その辺のことをちょっとあの、まあ、風というとですかね、違う表現ですればこれもまた、やり方があると思います。はい、はい、スケープ、はい、では続きまして、3枚目の写真ですね、タイトルが、かけっこ、はい、コメントとしてはですね、見ながらちょっと、はい、動かします、はい、すみません、楽しげにかけっこしている兄弟が微笑ましく、ついシャッターを切ってました、はい、という内容ですね。なるほど、はい、もうこちらになります、かけてる子供さん2人映ってますね、うん、楽しそうですね、いいですね、はい、いい動きですね、はい、いいチャンスを取れますね、うん、この赤そばとこう真ん中だと大きなすすきなんですが、チャンスはとてもいいところを捕まえていると思いますね。でもやっぱり写真的にですね、これ難しいんですね、今子供さんの写真っていうのはね、自分の子供とか知り合いだとかだといいんですが、他人の子供はなかなかね、あの顔を出すのが難しくなってますから、スナッパーにはすごくこうやりづらい世の中なんですけども、かけっこって感じはよく出てると思います。やっぱりこう横顔かなんか見せたいですね、お姉ちゃんと弟って感じなんですが、それはまあちょっと難しいところなんですが、こうあ、いいなと思ってパッと切ったシャッターだと思います。これは素晴らしい、反射神経とかのカメラマンの、ね、スナッパーの、いい条件なんですけど、ちょっとまあ、ね、作品発表するときに気をつけなきゃいけないということですね、顔を見せたいんですが、その辺のジレンマがありますね、できることならお子様はですね、
自分の知り合いとかそういうことに限ってやった方がいいかなと思います。ただしその方たちもちゃんと許可を得て出すということをやれば、スナップは結構楽しくなっていくと思います。はい、いいチャンスを捕まえていると思います。はい、以上3点。はい、そうですね、この方これベストショットを選ぶんですよね。そうですね、はい、リンナさんのベストショット、はい、やっぱり1枚目でしょうね。うん、これなかなかあの秀逸な、うん、作品だと思いますね。うんうん、技術的にも結構なんかしっかりしたものを持っていらっしゃるので、これをちょっと突き詰めていけばこれペンの新しい遊び方になるんじゃないかと思います、うん、とか言いながらペンでしたよね、カメラ、はい、よですね。あ、よかった。あ、 EP3 だ。 IPS が入るんですね。はい、はい、見せていただいたやつだと思います。はい、これちなみにですね、オリンパスフォトプラザの、入り口の左側にかかっているんですね、吉住先生の写真も、この手の合成を使っていますので、時間のある方は見に来ていただいて、はい、技術を盗みましょう。はい、はい、OK ですね、ありがとうございます。はい、では、続きまして、お二人目ですね、お二人目は、松吉様になります。まず1枚目の、作品タイトルが、淡き夢の中で、コメントは、作品、夢の中を漂うような赤そばの花を表現してみましたという作品です。はい、夢の中ですね。はい、井上陽水、あ、違いますね、すいません。はい、年代がバレます。はい、夢の中、タイトル淡き夢の中で、はい、はい、うん、赤そばはね、やっぱりこう典型的な風景ですね。全体に赤くなってですね、ちょっといまいち色付けは悪かったんですが、うん、まあ、ここまで当日の朝ね、日が照ったのでガッと赤くなったみたいで、これぐらい赤く表現ができればいいですよね。うん、で、まあ、この真ん中のね、そばのピッと立ったところにピントを合わせて、あとをぼかす前ボケ、まあ、いわゆる前ボケ、後ろボケを上手に使った、作品だと思います。後ろのグリーンの帯もいいですね。この明るさをですね、ポワッとした時に少し明るめにやってやった方がいいですね。こういうちょっと色が落ちてくる空とこの辺はですね、色が暗くなるとノイズが出やすくなるので、もうちょっと明るめにトーンカーブで調節してやると、もっと綺麗になると思います。うん、これはサイドを上げてちょっと綺麗にしてあげた方が、全体の作品がこう、明るくて可愛い感じが、夢の中という感じが出ると思います。はい、うん、はい、あ、行き過ぎましたね、これじゃないです。はい、はい、では2枚目の作品ですね。2枚目はタイトルが赤そば色の海原、コメントが思いっきり寄ってピンク色の中に漂うしべを、面にしてみました、はい、という作品です。はい、わあ、すごい、全体がもうピンクですね。お、がっつり寄りましたね。がっつり寄りましたね。はい、すごい、うん、これはイーゴですね。うん、マクロ使ったんですかね。マクロでしたっけね。はい、データどこで、お、消えてしまったぞ。ん、どこに行った。これだ、はい、はい、そうですね、はい、うん、そう、こういうね、極端に言った写真っていうのはですね、やっぱりピントの芯がなきゃいけないので、うん、多分前ボケかなんかでピンクが入ってるんだと思うんですね。うん、前に前ボケってことです。やっぱりこうピントの芯が浅くなります。ちょっとボケてきたりするので、ここをうまく抜いてあげないと、どっかにきちっと来たのが来ると、画面の見場が良くなります。うん、やっぱりこれはさっきコメントにもあったように、シベをメインにということなので、このシベをです、まあ、これら辺が来てばいいかな、微妙なところなんですけど、この前ボケとのこう距離との絡みで、ちょっともう少しピントがあった方がいいかなと思いますね。うん、あと後ろがこうものとピュッとこう、グラデーションじゃなくてですね、こう単色になっているので、これちょっとうまく背景をですね、選んであげて、グラデーションにするとですね、グラデーションとかすると、もうちょっと、このシベが生えてくると思います。まあ、後処理になりますが、ちょっとこの、右上の方ですね、フラッグ焼き込んでみるのも面白いかなと思いますね。撮ったままじゃなくて作品に仕上げるということを少し考えていくといいと思います。ちなみにこういう時はしべはこう手前の方がやっぱりいいんですかね。うん、まあ、基本的には手前ですね。重なるので、奥にピントが合っていると手前のボケになるので、一本どれかピシッとこうピントが合っていれば、独立したやつに合っていればいいんですが、まあ、基本的には目しべが多いんですけども、まあ、おしべでも見場のいいところでいいと思います。うん、まあ、一番もう見た目がこう分かりやすいというのはめめしべなんですけど、うん、撮った人によってね、全然それは狙いでどこでもいいと思います。うん、はい、うん、分かりました、ありがとうございます。はい、はい、では、3枚目の作品ですね。はい、タイトルが、赤そば畑の住人、コメントが
赤そばの、茎にテントウムシを発見、夢中でシャッターを切りました。トリミングあり、はい、ということです。お、正直にトリミングありと、はい、はい、テントウムシの散歩です、はい、すいません親父ギャグです、はい、ですね、はい、テントウムシ、あ、うん、あ、綺麗な色出てますね、うん、このグリーン、やっぱりあの写真の一つの要素です。色で見せるっていうのありますよね。見た時にこうグリーンの中にパッと鮮やかな赤が当たるっていうのは、これ目を引きます。おっと思いますよね、うん、おーと思ってみると、やっぱりですね、こうやっぱり昆虫の場合はですね、やっぱり目ですね、うん、目と頭の方にピントがあった方がいいと思います、うん、やっぱりこれ、まあ、シリクトムという言い方ありますけども、ちょっとこの辺が、薄い感じがちょっと残念ですね。あの、ここがクリアに出てる、赤いところがクリアに出てるだけにですね、やっぱりこう主役のテントウムシがある程度こう表情が分かるというか、目のところにピントが来るように、ちょっとあの前ぼけの位置を変えてみるとか、カメラの位置を変えると、ま、あの少し下が見えるようになったりします。あとはちょっと、まあ、反則技ですから、ね、下からちょっと手を使う、近づけてですね、上向かしてみるとかですね、でその辺の工夫はした方がいいと思いますね。まずこの、いいなと思ったら、まず夢中でシャッター切ってですね、切れたなと思ったらちょっと演出をしてみる、うん、それが、まあ、作画作りにちょっと役立つんじゃないかなと思います、うん、でもう少し上にこう花なんかあったら、まあ、ボケで入ってますけどね、ちょっとピアノうまく入れないことがあればまたいいかなと思いますね、そういうふうにあのちょっと、下でちょっとこう動かしてみるのも、1枚取れた後にやってみる価値はあると思います、はい、うん、色がすごく綺麗です。これ、はい、右側にあるこのピンクのボケは多分そうですね、赤そばの花だと思いますね、はい、うん、うん、これが上手にできてますね、はい、はい、うまく入れてます、はい、あ、そうか、ベストショット、そうですね、はい、3枚のうちの、うん、これいいんですけどね、テントウムシにやっぱり顔見たいですね、うん、やっぱり、はい、淡き夢の中でこれですかね、まあ一応あの割と、典型的な感じにはなるんですが、まあでもうまく収まっていると思います、うん、あのピントの位置がしっかりしてますので、うまく前後をぼかして、まあ、あの王道ですね、お花畑の王道の写真だと思います、うん、あとはねちょっと色味を少しこう、まあ、これモニターなのでちょっと色味のことはよくわからないんですが、プリントした時にね、後ろのこう背景が濁らないように、調節してれば、いい作品ができると思います、はい、OK、じゃあこの、はい、やわき目の中でいきましょう、はい、では、続きまして、3番目の方ですね。お、逆だ、はい、うちのマック君と動きが違うんですよ、はい、失礼します、はい、はい、3人目の方は、オニオン様ですね、はい、になります、1枚目の作品、タイトルが寄り添う、シャイな赤そば、コメントがですね、赤そばの色づき具合が照れて、うっすら頬を染めてるような、丸々おじさんの妄想という作品です。おじさんいいですね、ほとんどおじさんでしたけどね、私が一番おじさんだった気がしますが、はい、お、これはいい色出てますね。正直な話ですね、あんまりこう綺麗な色はなかなか探すの難しかったんですね、個体がまだこう咲き切ってなくてですね、この白いところもっとほっとくと赤くなるらしいんですけども、これ綺麗な色を見つけてますよね、あとこれファンタジックフォーカスから使ってらっしゃるんですかね、ここで見るんですね、ファンタジックフォーカス、ね、使ってますね、はい、そういうふうな感じでこ うまく使ってますね。最近フィルターがとてもいいので、こういうお花の時は結構使われる方がいますね。これはなかなか上手に、普通難しいんですよね、これ、昔はそのソフトフィルターを使ってもこ うまくいかなかったんですね。ある程度デジタルショーでこう綺麗にシーンを撮りながらぼかしてくれるので、最近のデジタル技術はすごいと思いますね、うん、こういうものでも普通のフィルターを使ったんでなかなか上手にいかなかったんですが、この後ろのグリーンの色といいですね、お花の色といい、とても綺麗な色目が出てですね、うん、ピントもしっかりしてていい感じだと思います、はい、うん、ちょっと赤すぎるかなっていう気がするんですけど、まあ、これモニターだから少し彩度が上がってるのかなという気もしますけども、ちょっとプリントを見てみたい作品ですね、うん、これはぜひプリントを見たいと思います、はい、いい感じだと思いますよ、はい、お花とファンタジックフォーカスは非常に相性がいいんですかね。某先生に聞きましたけどですね、ファンタジックフォーカス、露出オーバー、ピントのぼかし、これは三大要素だそうですね、私はちょっと違うんですが、まあそういうことを言われてですね、もうそれをやれば大体お花がうまくいくと、
誰とは言いませんが有名な先生です、はい、私が教えていただきました、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、次ですね。そうですね、では次はですね、2枚目の作品に入りたいと思います、はい、よいしょ、失礼します。はい、お、こうですね。あ、すいません、はい、2本で、あ、動かないぞ、動かないときはこうやって動かして、はい、お、行き過ぎた、あ、行き過ぎた、えい、あら、あら、失礼しました、えい、これですね、これです、はい、これですか、はい、はい、タイトルが、収穫の喜び、コメントがですね、蝶も人も実りを満喫する秋です。はい、なるほど、はい、もう花と蝶切っても切れない中ですね、最近花の首でも結構昆虫、あ、最近昆虫トピーができてですね昆虫写真が、あの昆虫トピーに流れちゃったんで、はい、ちょっと寂しい思いしてるんですが、はい、はい、お、うん、あの黒い抜いたアゲハチョウ、いいとこ取ってますね、これね、モニターで見てとてもいいんですけどね、ちょっと残念ながらピントがないんですね、やっぱり動物とかですね、昆虫などやっぱり目にピントが来ないとですね、やっぱり全体モニターで見てるとすごく綺麗なんですけど、ちょっとプリントした時にはこれはあの残念なことになると思います、うん、ピントはもう目にしっかり来ないとですね、そのなんか生き生き感がなくなるっていうんですかね、昆虫は本当にこうシビアに合わせてあげないと、その残念な結果になる。見た目はすごく綺麗なんですけど、ちょっとね、そうですね、羽の方ですか、ね、そうです、羽に来てますね、はい、これはオートフォーカス使われたのかマニュアルフォーカスでやられたかちょっとわからないんですが、オートフォーカスの場合はね、こういう細かいところ来ません、例えば鼻に来ちゃったら鼻に来ちゃったところですね、一番コントラストの高いところにピントが合いやすくなってますから、マニュアル併用でですね、オートフォーカスで合わせた後こうマニュアルで、芯に当ててやるというのはですね、とても大切なことだと思います、動物関係とか人間とか動物とか昆虫は、もう目のところに、ね、しっかりピントを合わせてください、うんうん、雰囲気だけにとらわれないでね、そういう見せるためのテクニックも、必要だと思います、うん、まあでもいるところ狙って光もいいのでね、これで少しちょっとそれをちょっと動かしてやればとてもいい作品になると思います、はいはいはい、それで、はい、次3枚目ですね、では3枚目ですね、はい、はい、3枚目はですね、タイトル、信州信濃の、新そばよりも、コメントが、信州信濃の、新そばよりも私はあなたのそばがいい、私は、新そばの方がいいですがっていう、はい、ちょっと読んでて、はい、長いタイトルです、楽しい、はい、コメントだったんですけども、はい、信州、そうですね、信州行ったのでやっぱりこう新そばですね、私もこの赤そばの里でおそばいただきましたけども、お蕎麦はいかがですか？蕎麦でしたね。蕎麦ですか、はい、ちょっとあの関西のでなんでうどんは得意なんですけど、ね、はい、お蕎麦はちょっといまいちよくわかんないですね、出雲蕎麦って真っ黒蕎麦があるんですけど、はい、あれはちょっと味が違うなとわかるんですけど、さらしなも、何でしたっけ、有名なとこね、どっちも食べても同じなんですね、駅蕎麦と大したかないなみたいな、すいません、あの味覚のないカメラマンでございます、はい、でもまあ美味しい、噛んでるうちに、ね、甘みが出てくるそばですね、ちょっと固めですけど、うん、こうガシガシと噛んでるとなんかじわっと甘みが出てくるそばでした、うん、その辺はちょっといい、美味しいなと思いました。もうあれですよね、午前中にお昼食べ行ったんですけども、すぐ売り切れのようなぐらいなんか注文が入って、うん、そうですね、はい、農業的に言うとですね、この赤そばって収穫量が少ないらしいです。あ、白いそばの方が収量が多い、単収って言うんですけど、一旦あたりの収量が、まあ倍半分ぐらい違う、花は綺麗なんですけど、お蕎麦としてはこの収穫量は少ないらしいですね、うん、どうしてもこう量がなくなるんじゃないですかね、赤蕎麦って、はい、すいません、道が逸れてしまいました、あ、はい、すいません、変なところを振ってしまいました、得意の方一応、はい、消しちゃいけないですね、はい、はい、こちらですね、これお、一回落とすと消えちゃうんだな、はい、うん、はい、信州信濃の新蕎麦よりも、はい、うん、この2人の、ね、距離感が微妙ですね、やっぱりね、人がこう年取ってくるとですね、それだけ2人並んだだけで絵になりますからね、自分のこう自分の生活とかその感情をですね、この2人にこう乗せたりとかして、思わずシャッターを切ったりとかするのよくわかります、うん、信州信濃の新そば、私はあなたのそばがいいって続くんですけども、この距離感微妙ですよねうん、こういう時はですね、ちょっともう何枚もかけんですね、このカメラ構えたままこの2人が、ね、この画面の端に行くまでね、なんかチャッ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 と撮っちゃうんですね、まあ、そう
見に来ている観光客の方なんですけども、そのうちこう2人が振り向いたりとかですね、まあ前の方が振り向いたり後ろの方が声かけたりするのチャンスを待つ、いい狙い方をしているので、これこのまま入っても位置はこのままですね、すすきもこのまま2人のアクションで、そのなんか物語を作っていくというふうに狙うといいと思いますね。とてもいい狙い方をしているので、ことは歩いているだけだとね、タイトルこの2人の絵にドラマがないのでタイトルが長くなっちゃうんですね、説明しちゃうんです。これちょっとこの前の方が振り返って話しかけたりなんかすると、もっとドラマが出てくるので、そういう絵のチャンスを待つという狙い方もすっかり分かってるからなんで、そうあとはこう演出までいかないですけど、動きを待つようにすれば、もっといい作品が生まれてくるんじゃないかと思います。だからちょっとタイトル短くするようにね、でそういう例えば前にこう振り返ってですね、ニコッと笑ったりなんかするとね、私とあなたのそばがいいだけでいいじゃないですか、信州信濃いらないんですから、そういうふうにしていけば、写真で語ると、タイトルで語らない、写真に語らせるというのがいいと思います。はい。はい。はい、この方3枚いったんでしたっけね。はい、では、そうですね。はい。まあやっぱりこれでしょうね、オニオンさん。1枚目の。1枚目、はい。寄り添うシャイな赤そば、真っ赤になって、シャイな、ね、ウブな女学生のように、でそのこと書いてなかったか、そのこと書いてなかったですね、はい、うっすら頬を染めているような、はいはい、おじさんの妄想、妄想に一票、はい、はい、シャイな赤そばはこれがいいと思います、はい、OK です、結構触っただけで動きますね、はい、では続きましてですね、今度は4人目の方に入りたいと思います、はい、トマスさん、はい、これはアルバムできてますね。はい、はい、そうですね、じゃあ先にじゃあタイトルと、はい、コメントを先に、言ってしまいたいと思います、はい、タイトルは、兄妹で、1番目の写真が、一緒に遊ぼう、2枚目の写真が僕についておいで、3枚目の写真がずっと見守っているよという内容です、なるほど、はい、じゃあアルバムですから1回出して連続で見られるんですね、大きくしちゃって5枚ありますけども、あアルバムが5枚しか応募できないですね、できないですね、はい、はい、じゃあ頭3枚、おあこれは先ほどの作品とちょっと構図は似てますけども、ありましたよね、ご夫婦が歩いているような感じの私はあなたのそばいる、はい、はい、あれとまあ似たような作りというか、ボリューム感は違いますが、こちらの方がちょっとね2人にこうドラマがあると思うんですね、まっすぐ前見て歩いてるだけじゃなくてですね、2人がこうなんとか見ながら、同じものを見て話し合ってるんじゃないかなというような、こういうことですね、ちょっとこの人間に一人こうドラマをあるような瞬間を待つ、構図を決めて、それをうまく切り取れてるんじゃないかなと思います、やっぱり人はいるだけじゃなくてですね、そこの人のアクションでドラマを感じますので、その辺のことを少し待ってあげれば、待ったのですごく良くなってると思います、このすすきのボリュームも入ってね、天井とか天の切り方もうまいですね、余計なもん入れないで、露出のコントロールでもいいと思います、この2人のこの話し合ってる感じがとてもこうボリュームは全然違うんですけども重さは同じですね、このちっちゃな2人がこのでっかいすすきのボリュームとこうバランスが左右が取れてるという、これが2人がなんかこうぼーっと立ってるとあれなんで、こう2人のこう関係性が見えてるのがとてもいいんじゃないかなと思います、何を見てるんだろ う, っていうそうそうそうですね、はい、そうです、2人は何を話してるんだろうなって、はい、そうですね、そういうことが大切だと思います、ナイスですね。これはちょんとやればいいのか、はい、こちらが2枚目ですね、はい、これは何でしたっけ、寄り添うじゃなくてこれが寄り添うでしたか、兄妹とタイトルは一緒ですね、はい、はいはい、これまた思いっきり黒バックに来ましたね、これ組って1枚ずつですね、これなんか2つ同じようなこう黒のような感じの、あ全然違う、違う花です。あ、違いますね。2つ並べたわけじゃないですね。おお、これは面白いですね。同じような並び方が、これ見つけたんですね。同じようなこう流れがあって、同じような花の付け方をしてて、それでこう兄弟に例えて出されたんだ。いいタイトルの付け方ですね。ちょっとこう想像力をかけたりというか、兄妹、お、どっちが兄さんかなみたいな感じじゃないですか。左側ですね、きっと。ね、私はそう思いますが。左側がお兄さん。はい。そう。そう思いますね。そう、はい、そういうタイトルってね、そう作品を見て何かこう想像させる、きっかけを作ってあげることなんで、
前タイトルの付け方だと思います。まあ、そのぶっちゃけたら作品がいまいちでもですね、いいタイトルがつくとすごくいい作品になったりとかしますので、うん、そのことを少しよく考えて、これはうまくつけてると思いますね。こういうつけ方もあります、うん、ナイスですね。続きまして3枚目ですね。おこれも対アニモートのシリーズです。あ、これ亀甲白馬ですね。これはまたこれシルエットと本体と、うん、これはさっきの兄弟アニモートよりも随分なんかこう雰囲気が大人っぽくなってますけど、そうですね、年の頃なら、はい、っていう感じですが、ちょっと年上の感じが大人ですね。そうですね。この方なかなかね、お花を取る方うまい方なんで、それがうまくやってると思いますね。お蕎麦の花に行かなかったとかこうちょっと憎いですね。皆さんね、お蕎麦途中ちょっとずっと一日取ってる方はですね、はい、途中飽きてきましたですね。あちこちいろんな花取ってましたけども、いろいろこうね、赤蕎麦もすごかったんですけど、他にもいろいろと魅力的なお花が。そうですね、信州なかなかね、はい、いいお花がいっぱい咲いてたんで、秋田というよりもそう興味の対象が広かったと。そうですね、はい、そう考えたいですが、これもでもうまいですね。マクロ撮影でね、こう影をどういう影になってるんですかね。これいわゆる影じゃないですよね。こうシャドウ、向こうにももう一個あるんですかね、お花がね、うん、不思議な撮り方ですね。そうですね、ちょっとかっこいいですね、うん、これとても素敵ですね。兄妹、うん、一連の写真があるから兄妹ですけど、これちょっと違うタイトルつけたいですね、うん、3枚があるので兄妹になるんですけど、これ組写真じゃなかったですかね。別々ですかね。あ、これは一応組、うん、戻すでしたっけ。あ、ここで下だ、はい、下ですね。あ、3枚組ですね、組ですね。なるほどなるほどなるほど、はい。組にするとですね、3枚、この3枚並べたときにちょっと違和感あると思いますね。兄妹というタイトルでこの3枚結構バラバラな感じがするんですね。1枚ずつ兄妹分かるんですけども、こう3枚組というにはちょっと内容がバラバラすぎるかなと思いますね。3枚並べたいんですが、ちょっと並べられないんであれですけど、こうパッパッと見ていけるようにすると、うん、これは組写真の組ではちょっと辛いですね。どうでしょうかね。ちょっとあまりもこう内容がかけ離れすぎてて、とても1枚ずつの作品がいいので、組にしないで1枚ずつ出した方がいいかなと思うんですけどね、うんうん、特にこれなんか単品で別のタイトル出すと結構かなりいけると思うんですが、はい、そうですね、組写真というのはちょっとまた単品のいいのを3つ集めればいいというものでもないので、やっぱりこう関連させなきゃいけないので、みんなそれぞれいいところがあるので、でもテイストがみんな違いますよね、うん、そうですね、うん、それをこううまくまとめなきゃいけないというか、ちょっと今回組み出しとしてはまとまってはないかなと思いますね。これなんか、あ、違うところです。これは応募作品じゃないので出さない方がいいですね、はい、うん、その辺をちょっとうまく、これはちょっと最高の位置ありですね。組としては最高の位置ありだと思います。作品単品はものすごくいいので、ちょっと組み方を変えるとかですね、組のことを少しもう一回やり直した方がいいかと思います、はい、はい、特にもう組なんでね、これはこれで最高いい作品を選ばなくこれでってことなんで、でもこれ好きですね、はい、すいません個人的な好みですが、はい、はい、うん、じゃあ友達さんはこれ組ということなんで、これまとめてということで、はい、はい、ありがとうございます。いきます、はい、では、続きまして、はい、アイリス様の、作品に入っていきたいと思います、はい、まず1枚目、はい、タイトルが、稲谷の朝、うん、コメントが稲谷の、早朝の爽やかな空気に感激という作品です。はい、1枚目、お、魚眼ですね、魚眼ですね、フィッシャーですね、はい、まさか P 社じゃない、いやいやいや、はい、はい、余計なことでした、はい、はい、そうですね、ちょうどこの前お話伺ったんですけど、ちょうどフィッシュアイ練習というか、まあ、凝っていった、今フィッシュアイにかなり力を入れて練習されているようです、うん、これいいですね。このフィッシュアイって見た感じ、あ、フィッシュアイねっていうような感じが多いんですが、それをこう超えるものがありますね、うん、フィッシュアイだなと思うけども、あ、いいなというのは、そこまでなかなかいける作品は少ないんですが、これはいいですね。普通この地面の歪みがあるとですね、あ、フィッシュアイ使ったらねって終わっちゃうところですけども、それを超えたこう訴えるものがありますね、うん、
こういう取り方はなかなか上手ですね。この酵母の取り方なんかもすごく上手ですね、入れ方もね、この空の落ち方、まあ、落としたのかな、落として自分で加工されたのかもしれませんが、まあ、あの太陽の周りが白くなって周りがこう黒く落ちるのは、まあ、普通にはこうなりますけども、まあ、その辺の調節もあのこの方はデジタルの技術もかなりお持ちの方なんで、うん、もうこれは言うことないですね、はい。タイトル何でしたっけ、稲谷の朝、はい、稲谷の朝、あ、そうなんですよ、この方たちはですね、集合9時でしたっけ、10時でしたっけ、10時ですよね、はい、もう6時には現地に入って撮影をしておりましてですね、集合時間にはもう仕事が終わってましたっていうような、熱心な方なんで、ちょっとね、あの、このかなりあの手代の方なんで、まあ、これぐらいのことはしていくんだろうと思ってましたが、うん、これはでも素晴らしいですね、やってるだけの、あの力をいただけることありますね、素晴らしいです、はい。この子もう何も言うことないですね、私ちょっと教えてもらおう魚眼のこと、はい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 、2枚目がですね、では2枚目に入りたいと思います、はい、あ、ごめんなさい、こっちですね、はい、はい、タイトルが、今輝き、今輝きです、はい、青い朝顔の、花の透明感が素晴らしいというコメントです、はい、狙いましたね、あ、これも魚眼ですね、あそばではなく魚眼ですね、ですね、こっち来ましたね、あのヘブンリーブルーというあの休耕田をですね、観光してもらおう、あの開けとくのもなんだって地元の方がですね朝顔を植えてまして、そこにも私たちも行けましたけども、あの現場に入る前にも朝一で行かれて撮ったみたいですね、会場から5分ぐらいですかね、そうですね、ちょっと車で移動していた、はい、はい、ございまして、まあ、そこで撮られたんだと思いますね、あの先ほどの一連の魚眼シリーズ、これも魚眼だと思うんですが、3.58mm ですね、フィッシュアイ、はい、随行デジタルです、はい、絞り値22、うん、この太陽のですね、こう光棒10時16時こうキラッと出るのをですね、絞りをがっつり絞ってやるとこういうのが出ます、ちょうど適正度数だからっつって、11とか、11のだから500、1000とかじゃなくてそういうんじゃなくてですね、思いっきり絞ってやるとですね、最初絞りするとこういう光棒が出ますので、太陽を取ってですね、これちょっと一回やってみてください、一番小さい絞りにして、シャッタースピードで調整をして適正度数だとこういう光棒が出ます、でこれをですね、画面の端の方に持っていくとですね、ゴーストがベアーッと出たりとかして、なかなか面白いので、昔はゴーストやフレアが出るのはね、あんまり良くないとか言われたんですが、最近皆さんあのそれを出して楽しむ方も増えてますので、うん、そういう楽しみ方もあると思います、うん、これもその一連の感じですね、もうこの人はもう手慣れてますね、もういい感じですね、空の抜け具合といいね、はい、ちょっとあの蕎麦畑じゃないのか残念ですけど、さっき蕎麦畑ありましたけど、はい、これもなかなかいい作品だと思います、もう一枚よ、はい、では続いて、3枚目の作品ですね、タイトルが、泡紅の蜜、コメントが、淡いピンク色に染まった花々の中でアリが一匹という作品です、アリがいるんですね、アリがいるんですね、花にアリ、吉住先生ですね、はい、よし、おお、なるほど、はい、今度は正統派できましたね、2つ魚眼できて、うん、おー、なるほど、はい、あ、綺麗ですね、いい感じですよ、うん、うまいと思ったらアイリスさんというツイートが来ましたね、うん、はい、あのツイートが、うまいと思ったら、アイリスさんかと、またかとか言うこの方はもう常連、皆さんご存知の方でね、あの東京支部の、アカデミーの東京支部のね、あの指導でなさってる方なんで、とてもあの手だれな方です、とても上手です、うん、私もちょっと真似しようかと思うことが、ね、いくつもありますね、うん、機材のこともよく知ってますので、皆さんお顔を知ってる方はね、もし撮影かなんか来たら声かけてあげてください、あの教え間ですから大好きです教えるの、はい、はい、うん、はい、でもう私も公表するものなんですけど、もうこれ言うことないですね、もういわゆるその前ボケや後ボケを入れてですね、一輪の花を浮かしてその上にこうアリが、来るのを待ってたのかいたのか、うん、ここら辺がやっぱり一芸なんですね、このまま撮るのは皆さんよく撮られるんですけど、前と後ろをぼかして全体をピンクにして花一輪っていうのがあるんですが、そこにここにアクションが一つ入ることでだいぶ作品が変わってきますね、うんうん、その辺がやっぱりこのうまくこう画面作りというか、その紙面作りというかのうまい方なんですね、うん、
だから私がちょっとあまりうますぎるんで、あまりあえて辛口のコメントをしますとですね、やっぱりあれちょっと黒くしたいですね。あれも一緒にピンクになっているので、少し軽くなるというかですね、やっぱりあれをこう黒く表現するには、この前ぼけの位置をちょっと動かしたいんですね。前ぼけがこうずれてくると、あれのこう抜けたところにあれが黒くなったりとかしますので、そういうことをちょっと考えていくと、色目がもっと締まってくると思います。はい。何か来ましたか？アーカイブで見られますか？アーカイブで見られますかっていうご質問があったんですけども、はい、見ることができますので、はいはい、大丈夫です。これ前のでぜひ、はい、ご覧になってください。はい、これもバラでしたっけね。そうですね、はい、3枚。これは困ったな。どれでもいいんですけど、どれでもいいっていうのはどれもいいんですけど、弱ったな。あえてそば行っちゃおうかな。あえてそば、あえてそばじゃないの。これもいいな。これ朝ごいいですね。うん、タイトル何でしたっけ、これ撮影会。赤そばの里を取る。里か。里なんで、はい、里か、はい、赤そば行っちゃうか。はい、朝顔行っちゃいましょう。今輝き2枚目の作品ですね、はい、これはちょっとね、はい、これ魚眼の使い方としてはかなり秀逸ですね。上手ですね、うん、とてもなかなかこういうのは撮れないと思います。これはぜひ皆さん TTP してください。徹底的にパクるです。花込み用語でございます。はい、勉強になります。はいはい、では、はい、次に行きたいと思います。次はですね、大阪旅人、さんの作品ですね、はい、様の作品で、こちらも、バナーですかね。バナーですね、はい、1枚目が、作品タイトル香るか、香りになると思うんですけども、うんうんうん、コメントが、そばの花以外で撮影会で印象に残ったシーンというものですね、うん、はい、はい、1枚ずついきます。はい、はい、お見ないしですかね。はい、これは入れ方上手ですね。とても入れ方が上手です、うん、やっぱりこの単色モノトーンでまとめてそこに一つアクセントカラーを入れるというのは一つ の王道なんですけども、これなんか秋っぽいですよね。秋あかねがいてお見ないしだと思うんですけど、いてとても上手に撮れていると思います、うん、色目もよく抜けてていいです、うん、ただね、ちょっとデータが小さいのでいまいちよくわからないんですが、これも多分ピントが来てないと思います。とても言いにくいことなんですが、データが小さくてあれなんですけど、ちょっとね、やっぱりこれは赤とともにピシッとピントが来てないと弱くなります。モニターで見た感じだとちょっと弱いんですね。とても構図も上手ですし、色の使い方も上手です、うん、とても手慣れた感じがするんですが、やっぱりちょっとピントは甘いのかなと思います。うん、もしこれでピントが甘くなかったらごめんなさい、はい、そういうふうに見えますので、今ご覧になってたらツイートいただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、もしプリントして、きっちり来てはもう抜群の作品だと思います。はい、はい、これは香るですね、はい、はい、では2枚目ですね、2枚目は、実りというタイトルで、コメントは、春に使って以来眠っていました 35mm マクロをなんとか使おうと思いました。やっぱりコストパフォーマンスの高いレンズであることを改めて実感しましたというコメントです。もうオリンパスの、ユーザーの鏡のような方でございますが、ありがとうございます、はい、この人も上手ですね、うん、写真、目で見るのとですね、写すのは全然違いますので、その目で見たものに近い雰囲気に合わせるためにカメラを使うんですが、うん、前をぼかして、そのうちの一つがテクニックとして、うん、ボケを使うというのがあるんですけどもごめんなさい、前ボケ後ろボケを使ってそのまま目的のものだけはっきり写すという、うん、方法なんですが、一番古典的な方法です。それもこんなにうまくやれる方はなかなか少ないと思います、うん、先ほど言ったようにこの抜けたところに、ピントがきますので、抜けたところを少しきれいにきっちり出てですね、周りをこうボケボケにぼかしちゃうという、うんうん、でこの辺にこう葉っぱの影が出てるところで、またこのなんとか奥行きというか広がりが感じるわけですね、うん、とても上手ですね、ただねこれどうしてこのフォーマットにしたのかなって、66ですかね、うん、そうですね、66フォーマットですかね、はい、これ上が入るかどうかは分からないんですが、縦横にした方が広がりと奥行きが出るかと思うんですね。これ縦位置で上を伸ばしたような感じの画面にすると、かなり奥行きが出ますし、センターを外して左右に伸ばすとですね、もうちょっと広がりという感じがなると思うんですね、この66でもないから、これ比率が微妙な感じですね、66だとすると、
対角線なんでやっぱり真ん中に持ってきた方がいいですね。うん、うん、まあ、下がちょっと黒めな濃い色があるのでここで安定はしてるんですが、フォーマットこれ縦横長い方が良かったんじゃないかと思うんですね。どういう切り方をなさっているのかはあれですけど、まあ、上が足りなかったのかもしれないですね。画面が上横が足りなかったのかなと思いますけども、うん、とてもテクニック的なもう秀逸なものを持ってらっしゃいますね。これもいいですね。ただやっぱりちょっとこのデータの関係でちょっとピンが甘いのかなと思うんですが、うん、そこがちょっと気になります。ちょっと気になります。はい、ご自分のデータをちょっと確かめていただいてよろしくお願いします。はい、はい、では、3枚目ですね。はい、タイトルが、オータムロード。コメントが、一本の道を絵にしたいと思っていろいろ探った結果これかなって思いましたという作品です。なるほど、はい、オータムロード。そば、うん、畑の真ん中にですね、一本ヒュッとこうくにくにゅっと道があってですね、いろんな人が歩いてて魅力的なところだったんですが、うん、さてそれをどう、おお、なるほどね。ああ、いいですね、これいいですね。一本の道をこう全部入れたくなるんですが、これ端っこにちょこっと行って、でもすくうと奥行きがあってですね、うん、なんか長くついてそうで、手前に焼かそばがあって、うん、すすきの腹があって、そこに二人人がいる、なんとなくこうぼーっと立ってじゃなくてなんか話してる感じ、この感じやっぱりいいですよね。いいとこ狙ってると思います。はい、うん、この感じはとてもいいですよね。うん、うん、ちょっとボケ具合、人のボケ具合もボケの具合ですね、これ、うん、まあ一番、まあ、もっとちょっと少し辛口で言うなら、このちょっと絞りを変えてみてですね、このボケ具合を調節してもよかったかなと思う。もう少し見えてもいいのかな、うん、まあ、それは作者のあれなので、ぼかしたんだと思いますけれども、うん、すすきも逆光で見えてですね、なかなか面白い切り方ですね。この道がですね、こんだけしか入ってないのにすごく長く感じるっていうのはとても上手な見せ方だと思います。うん、これいいですね。ちょっと色味がフラットなので、これトーンカーブで治るかな、ちょっとコントラストつけてもいいかなと思いますね。うん、で手前のボケの部分をもう少しクリアにしてやると、雰囲気が出てくるんじゃないかと思います。うん、こういうのを見るとね、うずうずしたくなるんですね、画像を使用したくなって。処理はですね、はい、賛否いっぱいありまして難しいんですが、ちょっと変えてやるとですね、作品がぐっと入るので、うん、皆さんぜひ挑戦していただきたいと思います。はい、うん、いいですね。でもこれ3枚選ばん、1枚選ぶんですね。そうですね、はい、お願いします。うわ、どうしよう、悩みますね。悩みますね。これいいんですけど、ちょっと、ね、ピントが甘いんですよね、これね。多分合ってたらごめんなさい。これいっちゃいましょうか。はい、2枚目の作品ですね。2枚目の作品ですね、はい。これ何でしたっけ、タイトル。タイトルが、みのり、ね、みのりですね、はい、はい、赤そば、うん、みのり、ちょっとタイトル、まあいいか、はい、まあでもこれ綺麗なんでこれいきましょう。これも、うん、これもいいんですが、ちょっと色味が静かというか、ちょっと濁りがあってですね、もうちょっとクリアにしてやればもっと良くなると思います。ちょっとお天気の具合もあるので、全体にこう、墨っぽくなっているとか、ちょっと黒っぽい感じがするので、これを調節して明るくなれば、これも、結構いい作品だと思います。はい、うん、ということで、二枚の実りの実りですね、実り、はい。何ですか、なんか来てますね、ツイート、はい、さっきアーカイブが見れますかというので見れますって言ったら、ありがとうですっていう、はい、ありがとうございます、コメントありがとうございます。あとコメントまたキヨさんの方からも来てますね。うまいと思ったらアイリスさんがすいませんね、下手な写真ばかり、この辺皆さん身内のネタで、ね、そうですね、はい、はい、ツイートの方も盛り上がってまいりました、ネタ盛り上がってまいりました、はい。スピードこんなもんで大丈夫ですかね。はい、時間的には、はい、大丈夫です。私がいつもね、高評価で長いって言われて怒られるんですけどね早く終わらせないと飲みに行けねえじゃないかって怒られちゃうんですけど、はい、じゃあ次、次はチョコママさんですね、はい、はい、次はですね、チョコママ様の作品で、はい、こちらも、3枚組写真ですね、組写真ですね、はい、になります。じゃあ先に、タイトル、タイトル、薄紅色の夢模様、はい、1枚、コメントは特にないです ですね、はいはい、データですね、 OM ですね、 OM レンズ5200 OM が1枚入ってますね、これが OM です。あ、1,2 ですね、はい、今日私もね、1,2 で撮ったあの作例が入ってるんですけどね、はい、3枚組ですね。ざっと見ましょうか、
3枚続けてみたいと思います。はい、おう、素晴らしい。こんな真っ赤な花あったかな。よく見つけましたね。おお、なるほど、うん、渋いな。違うもの出ちゃった。えっ、いけ。おお、やってくれますね。思わずおおと声が出ましたが、うん、これモニターで見ると分かりにくいけど、綺麗ですね、これ。あ、こっちも見やすいですね。はい、やりますね。やりますね。やりますね。ちょっと声が止まりました。ええ。あ、ここで見た、これ見た方が早いかな。3枚続けてみるには。はい、こちらでも、はい、ご覧になっていただきます。これが消えちゃう。お、なるほど。うん。はい。素晴らしい。はい、素晴らしいんです。一応コメントでは写真は思うように撮れていません。はい。っていう。先ほどの方も いらっしゃいましたけど、これ一点ずつが強すぎるんです。良すぎるんです。これ組写真にするのはもったいないです。バラバラにしてください。多分ね、これ三つ並べたときにまとまらないと思いますね。同じお蕎麦の赤蕎麦の写真なんですが、並べ方も難しいですね。うん、まずアップが来て、全体のこうボーッと全体が来てですね、一輪ポンと来てるんですけども、そうですね、組写真っていうのはですね、3枚並べて、評価、鑑賞するものなので、これは並べた時にですね、多分これタイトルが別々にあった方がかっこいいですよね、おそらく、うん、一つずつ名前をつけて3点で飾るととてもかっこいいと思うんですが、どうでしょうか、チョコマンさん。これはとても組写真するのはもったいないような気もしますが、うん、タイプが違うかなと思いますね。うん、1枚目、2枚目で違う、3枚目がやっぱりピンクの、何か違うものが来ると組になるかもしれないです。これやっぱり3枚目はちょっといい、かなり個性的な写真なんで、やっぱりこれは浮くでしょうね。これ真ん中に持ってきても、うん、真ん中で、並び方も大切ですね。真ん中にも、もしあるんだったら真ん中に持ってくるべきかなと思うんですが、真ん中に持ってくるとどうかな。こう並び方変えられないですもんね。うん、組写真というのは3枚並べて、鑑賞するように、してください。で、はい、これ多分並べ方この3枚であるならこれ真ん中に持ってきた方がいいと思います。うん、すごく強い写真なので、これプリントするとすごくいい写真になると思うんですけど、もしこの3枚であるなら真ん中ですね。こう常にこう全部変えてみてですね、やっぱりこうその一番収まりのいいとこで、やった方がいいと思います。この並びだと、私は組写真するのをお勧めしませんね。ものがいいだけに、ここで出した方がいいですね。一つずつタイトル出して、並べた方がインパクトがあると思います。なぜに組写真、はい、でもまあいいですね。一枚ずつはとても素晴らしいので、一枚一がつまんなくて組写真にならないというのではなくて、素晴らしすぎるんですね。良すぎてみんなこう個性が強いので、ちょっと3枚するもったいない気がします。こんなこと言っちゃっていいのでしょうか、チョコママさん。すいません、そんな感じです。はい、いつも来てくださってる方なので、ちょっと思わず強気の発言が出てしまいましたが、はい、今日は辛口コメントで、はい、はい、これ3枚なので、まあ、3枚ということで、はい、薄紅色の夢模様、はい、ということですね。はい、はい、じゃあ次、はい、よろしいですか。はい、はい、次、サクブさん。次、サクブさんはですね、はい、タイトルが、こちらも組123でコメントお願いします。3枚ともタイトル名、ルビーへの誘い、はい、そうですね。組とは書いてないんですが、けどタイトルがルビーへの誘いですから、はいはい、あ、重いだ、重いですね。ルビーへの思い、はい、コメント言いましょうか。1枚目が、青空と、花のピンク色の対比を表現してみましたと、はい、2枚目が、雲間から光が、差し、赤そば全体が綺麗に輝いていました。はい、見たいですね。3枚目が、ピンクに包まれた感じを表現してみました、はい、という作品構成になっております。はい、うん、2枚目が見てみたいぞ、作部さん。はい、おお、これは不思議な感じですね。ファンタジックフォーカスってこういう
こういうボケ方するんですか。はあ、なるほど。なんかこうフォトショップでつけた駆けつけの感じのような、はい、アルゴリズム、こういうアルゴリズムでした。いや、ファンタジック全体にボケるんですよ ね、 そうですね。多重ですかね、ひょっとしたら、はい、多重っぽい感じもしますね、はい、なるほど。いろんなことしますね皆さん。もうね、オリンパスにはちょっと一言言いたいんですけど、はい、もうプロのテクニックを真似しないでくださいっていうね、はい、簡単にできちゃうということがとてもなんか、もう、うじうじしますね。一応どうもすいません、はい、いきますということで、簡単にできますので、はい、皆さんやってみてください、はい。まあ、そうちょっとその辺は分からないんですけど、多分多重ロコではないかと思います。でもこれは面白い雰囲気出てますね。ちょっとこう影をつけた浮かした感じというかですね、まあ、ルビーへの思い、もう少しこの鼻の部分がクリアに出るといいなと思うんですが、はい、これ3枚別々でやっていく方がいいんですよね、うん、色もすごいですね、綺麗な色にしてます。ポップアートも入ってるんじゃないかと思うぐらい。よっ、次。おお、大胆に来ましたね、うん、大胆ですね、はい。これも一連の作品並びと同じですね。すごく面白いですね。デザイン的には面白いんです。やっぱりこうちょっとなんか写真としてやったときにですね、ちょっと一芸欲しいなという感じありません？ちょっとこれなんか蝶々が一丁飛んでるとか、ここにポチョッとこうなんか人がいるとかっていう、そういうドラマ性っていうんですかね。まあ、これは私の好みかもしれないですけど、そういうことがちょっとあった方がいいかなと思うんですね。デザイン的にはものすごく面白くてですね、色目もモニターで見た感じこう暗黒とですね、そばの対比がものすごく面白いんですけど、でもそれだけなんですね。ちょっとなんか人芸こう、ありたいなという感じがするんです、うん、見方がものすごくいいので、ちょっと写真として人にこう何か感じさせるものっていうのを一つ、じっくり待ってみるっていうのが面白いですね。お、ここいいなと思ったらそこ撮ったらですね、ちょっとなんかこう周りの人を見ましたりとかですね、うん、いろんなことをしてみるといいと思います、うん、これは一つのベースとしてですね、ここからなんか一つ絵作りをしていったら、もっと違った作品になるかなと思いますけど、うん、この一つで満足して、もう一つ、やってみるといいかなと思います。3枚目ですね。お、これまたしっかり撮りましたね、うん、この色はブルーが強めですけど、これ影だからかな、色変えましたかね、うん、微妙ですね。ちょっとブルーが強いですね。日陰の反射なのか、色温度を変えたか微妙なところですが、どれで見る？ここか。そうですね。これですね。あ、はい。うん、あ、これじゃない。これじゃないですね。はい、こっちです。マクロ F200 あ、なしですね。おお、なるほど。何をやった。うん。特に色合いに関してはなかったですね。うん、はい。ちょっと何ですか。見た感じが出て、ちょっとブルーが強い感じがするんですけど、どうですかね。綺麗な色なんですけどね、うん、まあ、正確な色を出すというのが写真じゃないので、そのままの色は出なくてもいいと思います。青くしたり赤くしたり何でもいいんですけども、ちょっと濃い感じがしますね、うん、この後ろのぼかし具合とかですね、そのピントの前の浅草とてもいいですね。でもやっぱりちょっとなんか全体に青い感じがして、青っていうのはやっぱりクールな感じがするんですね、ピンクに包まれた感じっていうのはちょっと違うかなと思うんですが、よく晴れてる日はこういうことがあります。よく晴れてると影の部分に空の青が映っちゃうんですね、うん、そういうこともあるので、まあ、わざとやられたのかそれは微妙なところなんですけど、まあ、1枚の作品と見てちょっと青いかなと思うんですが、こういうね、二股になった時はね、縦位置が結構いいんじゃないかと思うんですよ。あ、上にシュッと伸びて、伸びていってこうやってやると、ここやっぱり下が2つこう切れてるので、はい、ここをつなげてやるとやっぱり下まで出てくるので、こう1本になったところをこうスッと伸びた感じがいいかなと思うんですね。これは多分1本と違うとかして、同じ枝だと思うので、分けない方がいいかなと思ったりもするんですけど、うんうん、でも技術はしっかりしているので、なかなかいい写真だと思います、はい、うん、これはやっぱりでもやっぱこれですね、これ面白いですね、1枚目の、1枚目これ、はい、ルビーへの思い1ですね、うん、最近いろんなことができるので、食わず嫌いでですね、いや写真は、ね、こうリアルじゃなきゃいけないとかっていう絶対非演出の実体スナップなんて言った人もいますけども、うん、まあ、いろんなことが今できるので、いろんなことを楽しんでから、原点に戻るとか、
使い下して加工しまくるとかって、その自分の方向を決めていけばいいと思うので、うん、あるものをまず使ってみましょう。こういう楽しいこともできます。うん、面白いなと思ったので、はい、これはね、ぜひまあ、その合成とかですね、そういう大きな、その肩肘張らないでカメラで遊べるということをですね、うん、遊んでいただければと思います。いい見本になると思います。はい、これ、ルビアム1ですね。はい、はい、1を選びましょう。はい、では続きまして、佐久間さんの次は、はい、時野実さん。時野実様ですね。はい、はい、これは、各1枚ですね。はい、ですね、1枚目、はい、じゃあ1枚目からいきたいと思います。草むらの妖精というタイトルで、コメントが、道すがら草むらに白く小さい可愛い花を見つけたというコメントです。はい、E5、50ミリマクロですね、絞り 2.2、 お、開放気味で撮りましたね。 ISO100、はい、うん、時の美濃さんは信州の方、どうも信州から参加された方のようなんですが、はい、はい、地元の方も結構参加していただきましてですね、にぎやかな撮影会になりました。東京、大阪、長野、名古屋、ね、あちこちから来まして、はい、ちょっとビビりましたけども、はい、お、これは何でしょうかね、原野証拠でしょうか、うん、畑の妖精、畑に入ってたんですかね、うん、うん、この白い花をこう黒いところで撮るのはなかなか難しいんですね。白飛びっていうやつですね、例によって。オートで撮るとですね、暗い中に白いものがあると、カメラが全体を判断して暗いぞ、明るくしちゃうぞってんで明るいとか飛んで飛びやすくなります。うん、まあ、これはうまく収まってますかね、トーンが、うん、モニターなんで少しコントロールがついてるので多分出てるんじゃないかと思いますけども、皆さんこういう時は、ね、一番気をつけて、ちょっとね、アンダー補正してあげないと、白いところが飛んでしまいますから、その辺を気をつけてみてあげてください。うん、まあまあこれはうまくいってるんじゃないかと思います。うん、やっぱりその物を見る目ってとても大切なんですね。こういう小さい花もちょっと見つけて、やるその感性っていうね、とても大切だと、いい目をお持ちだと思います。うん、そばばっかり見ないでちょっとこういうのも見るのがいいなと思いますけど、はい、特に白い花はですね、私よく言うんですが、レフ板を使うっていうのをよく言うんですが、こういう影の部分がですね、どうしても暗い部分がこうちょっと色が濁りますね。うん、でそういうところにですね、レフ板をちょっと当ててやると全体がグリーンが鮮やかになって、露出も平均してきますので、白飛びも起こりにくくなります。うん、だそういうふうにちょっとね、レフ板を使ってやるとこのいい入り具合をしているので、そのせっかく見つけた花がね、こう綺麗に撮れると思うんですね。もう1枚1000円ぐらいですから、ぜひね、皆さんね、お花を撮る方はね、ぜひレフ板を使ってみてください。オリンパスも作りませんか。オリンパスって書いてあるやつ、ちょっと、はい、そうすると私皆さんに配れるんですけど、反則グッズで、はい、すいません、よく持ちにせれました。あ、これいい感じだと思いますね。はい、レフ板ってこう どの位置からこうやったらいいとか。まあ、基本的にですね、太陽がある反対側から影を抑えるって感じなので、これ右横から来てますよね、影がこう出てるので、はい、右横から来てるので左下から当ててある。うん、そうするとこのお花の下のこの茎とかがグリーンが出て、はい、この辺の影も薄くなって、ここの影も薄くなりますね。お花がしっかり浮かんできます。まずは基本的に影消しですね。一番大きなこの首のところのグリーンが出てくるんですね。あ、茎のところですね。はい、これ自分のお花の影になって、お花の影でグリーンが黒くなってますよね。うん、こういうところがグリーンでピッと出てきます。うん、レフ板はぜひね、一枚、自分で作ってもいいんですけども、やっぱり市販のものはね、便利に、安く便利にできてますから、こう本当10センチぐらいになりますので、それをクチクチっとこう伸ばして、ポンと伸ばすと30センチぐらいになりますから、うん、メーカー名というのはまずいので、そういうのが、はい、量販店にありますので、ぜひ一つ、お揃いになってください。うん、これもそれを使うと、もっと写真が映えてくると思います。はい、反応しろ。あ、一回、そうですね、はい、反応しませんでした。下の、はい、OK、はい、2枚目、2枚目ですね。はい、2枚目がですね、穏やかな時間、コメントが、今日は台風一過の秋晴れ、秋色に触れ一日をゆったりと、秋雲も歓迎と。はい、おお、これもね、私も同じような撮ったんですよ。ここ入れなかったんですけど、私はちょっとアクションがね、人のアクションがいまいちだったので、やらなかったんですが、これもありですよね。うん、結構当日天気良くて、
ポカポカ陽気だったんで結構座ってる方とかも多かったですね。そうですね、あのお客さんも結構いらしてて、はい、秋の一日は皆さん楽しんでましたけど、ね、これはどうやって消すんだ、これ、これだね、それで違いましたね、少しあのマウスを離すと多分、あ、マウスを離すと、はい、少しすると消えるかと、はい、はい、あ、消えてほら、はい、うん、こういう、まあ、狙いとしてですね、空、青空に雲をこう、あ、いいなと思って撮って手前に人を入れるっていうのはありがちなパターンなんですけど、これの肝はですね、やっぱり手前の人のアクションなんですね。先ほど言ったら基礎が子供がいたりとか、そういうあのいろんな人間を撮るときは手前の人のアクションですね。ここが物語があるんですね、この人たちに。そのここにこう物語が出る前にちょっと粘って撮る、うん、あの上の雲はもうそんなに変わらないですから、雲を早く動く、早くてもそんなに変わらないので、ここでこの人のアクションをですね狙うんですね。これ救われてるのはこの人が手を挙げてるからまだ救われてるんですね、うん、これ手がみんな背中を映ってたら、まあそれはそれで面白いかな、全員背中っていうのは面白いですけど、このアクションがあるのがかなり面白いので、こういうのは特にですね、あのずっと狙ってみましょう、しばらく、先ほどの子供じゃないですけども、同じようにあのちょっとね興味があったらこうなんかほら動けとか思いながらじっと見てるとですね、結構面白いことが撮れると思います、うん、この方は、ね、カメラ狙ってるんですかね、一人立ち上がったりとかですね、そういうのがあってくるとあの変化ができて面白いなと思います、うん、まあ、先ほども一番最初も言いましたけども、あの人の顔がですね最近あのなかなか出しにくくなっているので、特にフォトパスとかですね、あの公共の、いろんな人全員が見られるようなページに出すのはちょっとあのなるべくなら引きの写真で顔が分かりにくいのをあの上げた方が無駄になってますね。フォトパスも高度が割と厳しくなってて、顔がしっかり写るのなかなかこう出しにくくなってますので、まあ、そういう世の中になってきたということで、まあ、残念ではありますが、一つそれはルールを守って、やっていければと思います、うん、まあ、それでこんな感じになったと思うんですけども、後ろ姿、背中の演技も面白いので、そういうことを少し狙ってみると面白いと思います、うん、これはちょっとアクションです ね、はい、これはキーは効かないんですね、はい、スケープでいきますか、はい、はい、では続きまして、3枚目の作品ですね、3枚目のタイトルは、季節を受けてですかね、はい、コメントが、秋口実、はい、黄色の中を散策、うん、爽やかな一日をありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、というコメントです、はい、うん、先ほどの道のパターンですね、道のパターン、はい、これが一本あの、畑の中をです、ね、ずっとくねくねっと待ってて、これが結構面白いですね、人が歩いてて、そこを狙われたんだと思います、うんうん、これはモニターの関係ですかね、ちょっと黄色く見えちゃいますね、お花が、うん、はい、これをこれにしてみようか、うん、うん、はい、はい、うん、あ、そうか、こっち画面比率が違うんですね、うん、これもやっぱ同じですね、あの先ほどと同じようにこの周りの畑色の具合にグリーンの道が一本通ってて、面白いのはこの人のアクションですよね、人がいろんなことをしてるから面白いわけで、こうずるずる歩いてたらつまんないですよね、人になんかいろんなこういろんなことをしている人がね、面白くて、おお、この人何してるんだろうとか、夫婦だとか、写真撮ってるんだとかってところを見るのが面白いわけで、そういうところが狙いだと思います。うん、だからね、やっぱりそういう中にもですね、人の流れというのがやっぱり作った方が面白いんですね。うん、ちょっとこの辺の人をですね、端っこでこう、はい、お尻向けてちょっと向こう向いてる人が、俺じゃないよな、違うの、あ、違うの。先生ですか？いや、私この辺にいたんですよ。はい、はい、違いますね。はい、まあ、こういうところをカットするとですね、ここはちょっとやっぱりあのなんていうか流れの外れになるんですね、このカットだけ、あ、うん、こういう S 字の流れの、はい、これちょっとやっぱり目が一番最初パッと見た時どこに目が行きます、この人間の、やっぱりここ行きません、そうですね、あの、はい、うん、割とね邪魔なんですよこれ、うん、結構あのこの人がこうなんかこっち向いてアクションしてるとこの人がキーになるんですけど、背中向けて下向いてて一番端っこになるので、こういう時は切っちゃった方がいいですね、画面から、うん、トリミングじゃなくてフレームで切ってください。そうするとこの人の流れができるので、あのその流れに人の流れを見れるので、あのその流れとして見た方が面白いと思います、うん、あのこのやっぱりポッ何してるんだろうってこう目が寄せる位置にいるんですね、はあ、でこれでこう目が行くだけにこの人が何かアクションしてると面白いんですが、下向いてお尻向けてるんで、やっぱりちょっとこういう方は、ね、なるべく外した方がいいですね、うん、その動きも見ながら、そのフレームを決めていくといいと思います、うん、こういう狙う、こう、この人がこう狙ってる方向にこっちがいて、こういう流れから来てるので、とてもいいんですが、ちょっとこのアクションが、ちょっと残念でしたね、うんうん、
何か動きが、他の動きがあればよかったですね。そうですね、このカード、これが連動してとかですね、はい、あのレンズを向き合ったら方向同じとか、こうなればいいんですけど、はい、やっぱり一番目が、一番外れにこう目がいくんですね。うん、で、ちょっと下向いてたりとかして、ああ、なんだっていう感じが、この全体の印象になっちゃうんですね。うん、あ、なんだよと思っちゃったときにこう、この作品もそう見られてしまいがちになるので、やっぱりこういうところ外してあげた方が、うん、あのいいと思いますね。これがないと、こう、どうです、左側 の、うん、左の人がいないと思う、いないの皆さん、うん、あのちょっと想像してみてください。そうそうです、はい、で結構ね、横の広がりも出てくるんですね、はい、あそこで広がりが止まってるんです。こう自分で手で押さえてみてください、画面の、はい、画面の左側を、うん、押さえてみて、そうで、そうするとね、画面のあそこものすごくこう左に広がりが出ます、うん、あ、やりましょうか先生、はい、あ、え、これカメラをちょっと切り替えて、こんな感じですかね、見えます、お、わかりました。こうですね、はい。人がいるかいないか、はい。というふうにちょっと手を置いてみていただければと。うん、はい、はい、うん。こういうところはすごく気になるところなんで、あのフレームの時にちょっと気をつけてあげれば、だいぶ作品が変わってくると思います。はい。はい。はい、これ富山さん3点終わりましたね。はい。これフレームいっぱいできてました。はい。この中で1枚選ばなきゃいけないということで。はい。あ、じゃあこれ大好きね。これですね。2枚目ですか。はい、2枚目ですね。はい、はい、これです。これ何でしたっけ、秋小路、あ、穏やかな時間、はい、うん。これやっぱりいいですね。はい、これもね、あとで撮るときに、ファンタジックフォーカス使ってるようですけども、まあ、それもある程度ね、効いてるんじゃないですか、ね、人が柔らかい感じになっててですね。うん、アクションが、今度狙うときはなんかアクションを、人のアクションを少し狙ってみてください。はい。OK、じゃあこれを選びます。はい。はい、では続きましてですね、時の目のサイちゃん、サイちゃん様、サイちゃん様、はい、サイちゃんです、こちらも、こちら別々ですねになります、はい、でまず1枚目の、作品タイトルが、そばの上の雲おいおい、コメントがですね、雲の美しさに、タイトルは小説の名のパロディーです、はい、っていう、はい、コメントです、はい、そばの雲ですね、はい、はい、思わず、はい、いいですね、サイチャーさん、あ、これもデータはアルバムじゃない、これですね、これが現物ですね、はい、うん、これトイフォトですね、そうですね、トイフォト、トイフォトですね、あ、トイフォトですね、はい、おお、なるほど、うまく使ってます、いい雰囲気ですね、トイフォト、こういうと合いますね、うん、空をドカッと覗いて周りも、あの私はトイフォトを使わずにですね、あのデータ処理の時にするとき、皆さんねちょっとね四隅をこういうふうにですね少し焼き込んでみてください、焼き込みってできるかな、画像処理をソフトをお持ちの方はですね、周りを少し黒くしてみるとですね、トイフォトの感じに近くなります、真ん中目立ちますのでね、一つやってみるといいと思います、うん、ちょうど盛り上がってね、この花が、まあ、よく撮るパターンなんですけど、私もこれで似たようなこと今回出てますけども、うん、撮ってますけど、こううまく撮ってると思います、うん、雰囲気もよく出て、空とやっぱりそばですね、感じがよく出てる、これあのインパクトも強くていい感じだと思います、うん、あとですね、まあ、ちょっと暗くして言うとですね、このお花のトップとですね、このラインが一緒なんですね、あ、うん、ここで止まっちゃうんですね、これ抜いちゃうか、どっちか下にやっちゃうか、どっちかにした方がいいですね、ちょうどこのラインがここで切れちゃうんですね、まあ、やや若干上に出てるので助かってるんですけど、もっと上にするか下にするか、やっぱ上に出した方がいいかなということは、カメラを下げていく、ご自分がこう、うん、はい、そうですね、ええ、うん、すごくいい感じが出てるので、このトイフォトの特徴を生かしながら、このお花が真ん中で明るくいいところに来ればいいわけですから、うん、この真っ黒か、この空から抜いた方がいいので、ここにラインに重ねない、後ろとの重なれない、かなり気をつけた方がいいです、うん、ちょうどのにならない方がいいですね、ここでこう首がパツッと切られちゃうんで、私だったらどうしようかな、私はやっぱり下行くかな、こう下行ってこうもう少し上に花を上に、した方がいいかなと、うん、下からレフを当て、あ、これすみません、私のスタイルです、はい、すみません、そんな感じでレフもということで、はい、レフもということで、はい、はい、これともでも雰囲気があって、そこも素敵な写真だと思います、では2枚目の枚目、作品ですね、はい、はい、タイトルが、白一点、はい、コメントが、赤の中凛と佇む白に惹かれました、うん、なるほど、赤そばに行ってあえて白を取るっていうですね、うん、いいですね、そのへそばが回った感じが大好きです、白そば、はい、白そば、はい、そうです、はい、あ、いいんじゃないですか、すみません、はい、かぶっちゃいました、はい、かぶっちゃいました、時々ね、サイちゃんさんこういうね、バツバツ切っちゃうんですけど、うん、前からこういう方なんですが、はい、ちょっとね、今回この、切り方はちょっと残念ですけど、あまり意味がないと思います、
はい、後ろにきっとね、山の黒い部分が映ってるんじゃないかと思うんですけども、それをただ切っただけですね。これで広がりもなくなりましたし、奥行きもなくなっちゃいました。うん、横長、すごく横長画面にするには、それなりのやっぱり理由がなきゃいけません。やっぱり広がりを強調するとかですね、その広い感じ出すときに、この広い引きの絵でこういうのを入れるとすごく効果的なんですが、真ん中にドンと来ちゃったときにですね、もう全然意味がないんですね。狙いとしてはとても面白いと思うんですが、その赤い中に白を見つけて取ろうと思ったその料理の仕方ですよね、それはとてもいいと思います。それをこう、多分うち持って帰ってこう後ろのこれがバッグがあって目立たなかったんじゃないかなと思うんですが、ここで切っちゃうとその横長に意味を出さなきゃいけないので、広がりをもう少し強調しなきゃいけないと思いますね。ちょっと広角目でちょっとピントがあったような写真に入れてやるとかですね、そうするとこれがもっと手前にあるとかですね、そういう逆にこういう先にこういう横長の絵作りを考えてレンズなら選んだ方がいいと思うんですね。多分後から切られたんじゃないかと思うんですけど、これはちょっと残念ですけども、絵的には写真的にはちょっと辛いものがあるかなと思いますね。とても最近上手になって、さっきの白い、坂の上の雲じゃ、言っちゃった、何でしたっけ、そばの上の雲、はい、こういうのがすごく上手なので、こんな感じでやっていただければ空も入れてもいいと思うんでね、ちょっとフレームを切っちゃうっていうのはそれなりのこうまず最初の横長を考えて作画をしてください。後から切らないように、さえちゃんよろしくお願いします。はい、はい、では3枚目ですね。はい、3枚目の作品はミス赤そばですかね。そうですね、はい、ミスですね、ミスじゃない、 MS とかなんですか、 MS 赤そば、こう一点と申し上げたい、はい、という内容です。はい、申し上げられました。あれ、よいしょ、そう、これも同じですね。先ほどの横長に切っちゃってますけど、あ、横長じゃないですよね、こっち、あ、そうか、画面の質が違いますね、そちらですね。あ、さっきのソフトそんなに横長じゃなかったのかな。ちょっと1枚これ出しますね。はい、はい、あ、でも横長は横長ですね。はい、OK です、いいです。はい、これも若干横長43じゃないですよね、多分。そうですね、はい、かな。これでも私見てる画面と違うので、ビューはないですか。ビュー入ってない。あ、今のところですね。ん、これそうですね、iTunes、これじゃないですか。これ iTunes だよ。あ、そっか、レビュー、ビューは、フォトビューはないんだっけ。ビューあったここだ、はい、すごい見にくい。あ、オリンパスビューですね。オリンパスビューはどれに、ずれてる、多分入らない。あ、入らない、はい、こっちから入らない。あ、そっか、残念だな。ちょっと画素見てみましょう。一回落としちゃおうか。そして、どういった、はい、あれ、嫌だって言ってる。あ、オリンパスビューは立ち上げていただいて、デスクトップでご覧になっていただくと、はい、大丈夫。直接入らなかったよ今、オリンパスビューで読み込んでます。あとで、はい、キャンセルで、あ、キャンセルだ、しまった、ネットに繋がっちゃった、キャンセルで、はい、違うんですけど、そういうことですね、はい、いた、あ、はい、このボタン、上のインフォームここですね、うん、はい、インフォ、ここでいいんでしょ、あ、はい、あ、出てねえや、行く中出た、うん、600-450が、オリンフォーサーズのあれなんで、ちょっと切れてますね。天地が切れてるのかな、うん、はい、400だいぶ切れてますね。 OK、 なるほど。これも先ほどと同じような感じですね。やっぱり天地を切るには切るなりのやっぱり理由があります。横長に撮るための、撮影をやらなければいけないので、これはあんまりこうどうですかね、どっちを切ったかわからないんですけど、6443で入れた方がいいと思いますね。ちょっと横投げ切るよりちょっとよく分かりません。で、同じようにこの花の首のところですね、
ここはやっぱりライン、後ろのラインと切れてるところ、これはどっちかにこう、もう少し上下させた方がいいかなと思います。黒いところに抜くのか、白いところに抜くのかってはっきりさせた方がちょうどいいのかなと思いますね。まあ、弱上に出てるのでいいんですが、うん、多分これどっちかにこう下を切れたかな、切らん、全部入れた方がいいですよね、きっとね。うん、先も言ってるように、こういう二股、ぜひね、二股の下まで入れてみてください。下また入れて縦位置で取ってみてください。まあ、後ろの背景の絡みも出てくるんですが、とても難しいんですけど、その一本の枝、一枝をね、一ワンフレーム入れるっていうのを、やってみるといいと思いますね。これ別の花屋じゃなくて、多分一花だと思うんで、こう一点なので、その一枝を入れて、でそれで後ろのいいところをこう選んであげるというのがいいと思います。うん、後でですね、天地を切るっていうのはなかなかのバランス、いらないものを切ってつ、いらないものを切るつもりでもバランスが崩れます。人の目って存外ですね、フレームでちゃんと見てますので、その4-3のフレームで人間取るとき見てますから、そのまま、できたら上げた方がいいですね。うん、まあ、こういう比率の例えば 2-3 のフルサイズの枝を持っている方はそのまま上げた、人間の目で見たまま上げた方が、バランスが崩れないですね。切るんであれば、ね、一回り切ってください。同じ比率で、同じ比率で、うん、そうすると違和感が少なくなります。まあ、なるべくならトリミングしなくてフル画像を全部生かした方がいいんですけども、ちょっと気づかないときにちょっと何か入っちゃったとかとあるので、そういうときは、ね、ちょっと切ってもいいんですが、トリミングが全部ダメってわけじゃないんですけども、こう縦横の比率を変えるときはですね、それなりの撮影前からもね、考えて、これ横位置で撮ったら面白いなっていうのがあれば、先ほどのこうそばのこう下になって後ろ真っ黒がありましたね、はい、ああいうふうに、これはちょっと切った方がいいなというような、前もって撮影前に考えて後でこう切るっていうのはありだと思います。はい、これもちょっとね、残念ですね。ちょっとその辺が、もう少しこう普通に入っても普通に綺麗なお花になったんですけどね、はい、うん、ちょっとすみません、辛口が続きました。1枚目が良かったもんですから、はい、これもちょっと綺麗ってますけども、これもできたらまあね、でこれ空あった方がいいんじゃないかな、きっと、うん、縦長だと、うん、これは6-4-4-3かな、うん、まあこれ4-3ぐらいですね、はい、はい、うん、まあ、こういうふうに縦にね、縦に伸びてるものは縦に、横に広がってるものは横にというね、その辺を考えていくといいと思います。うん、サイチャーさん、これですね、これも最高です。1枚目ですね、これもう文句なしにこれですね、はい、これいいですよ、はい、これは私も真似したいですね。あ、そうですか、はい、ちょっとタイプ違いますけど、私の作例もこんなやつが出てますので、はい、楽しみですね、ご覧になってください。はい、はい、OK、はい、はい、では続きまして、12番目ですね。飛んでないですね。はい。はい、ダルタニアン様ですね。はい。はい、こちらも別々の、はい、作品になります。まず1枚目がですね、ローズ。ローズ。バッテン。ロッソ。ロッソ。ロッソだ。ロッソブルーですかね。はい。はい、コメントが、青空と赤そばを、片岡先生にアドバイスをいただき、撮影することができました。という内容です。はい、これです。先ほどの一連ですね、空とお花とという、皆さんとお話をしながらやったんですけども、いいコントラストですよね。ブルーに赤いお花っていうの、でもう白い雲がゲイをしてっていう、あとはその周りをどうやってぼかすかとかですね、後ろをどう処理するか、カメラの方向で雲がここにいるのか真ん中にいるのか右端にいるのかっていう、そういうカメラの位置を変えてあげることで、雰囲気が変わってきます。背景が変わって、うん、ってきますね。でこれは右からこうそばが左に伸びて左に雲があって、こうバランスはそんな悪くないと思います。うん、あとピントをこうどこにどこまで合わせるか、どこまで外すかということになってくるんですが、うん、これもなかなか面白い感じですね。これもデータはこれですね、現物ですね、ですね、はい、はい、ちょっとデータの感じが小さいので、ウェブに変換した時のこうノイズが出てちょっとよくわからないんですが、これでここにピントが来てれば大丈夫ですね。やっぱりこの芯はここなので、ここにピントが来てれば大丈夫です。モニターではちょっと確認はできないので、ぜひダルタニアンさん、これ自分で見てください。自分で見てここにピントが来てればバッチです。OK です。はい、画像処理ができる方だったらですね、先ほどのサイちゃんみたいにですね、ちょっと周りをこうトイフォトのようにやってみるのも手ですね。まあ後からかけられる方はトイフォトかけてみるのも面白いかもしれないです。はい、まあこういう狙い方、まあ一つの典型ですけど、典型的なところをやりながら自分でこう料理をしていくというのが、上達の早道だと思います。 OK、 はい、はい、2枚目、はい、2枚目ですね。
はい、あ、いけない。タイトル出すんですね。あ、そうですね。はい。はい、じゃあ先にタイトルですね。マリア・ロッサですかね。コメントが、この1枚を撮影しているときに地元の愛好家さんがオリンパスは、ふるさとの誇りとおっしゃっていたのはとても印象に残っていますと。ありがとうございます。ありがとうございます。きっとね、それオリンパスの人ですよ。いや、あの辺はなんかの辰野工場近くでね。そうですね。あ、そう、前日にあの、はい、この有志なんですけども、前日にあの辰野工場の見学に参りまして、花込みの、はい、特別企画ということで、何人か参加させていただいてですね、レンズを磨いてるところ見せていただきました。あの辰野工場行って、まあ、あの辺もねオリンパスの関連企業結構多いので。そうですね、はい、あの誇りに持っていただいてるみたいですよ。ありがとうございます、はい、本当に。今度はぜひもう一回中身を、見せていただきたいと思ってますけど、はい、もうちょっと見られないのこれ、レンズを磨いてるところだけだったので、まあ、そうですね、あのちょっとその時はあのいろいろとちょっと諸事情がありまして、はいはい、次また行きたいと思います。はいはい、横道にそれました。はい、あ、なんだっけ、2枚目ですね。はい、2枚です。はい、この方もデータ、これ現物ですね。はい、はい、先ほどの一面にピントを合わせのピント外して、撮られているようですね。これはちょっと微妙ですかね。ピントが合ってるところにやっぱり目が行きますから、やっぱこの中間地点の合ってる群れに行こうとするんですが、やっぱりこれ邪魔になりますよね。邪魔になりますよね。これ何だろうと思いませんか。そうです、ね、うん、やっぱりこれにやっぱりピントを合わせた方が綺麗ですね。まあ、広角で撮るか望遠で撮るかで違ってきますけども、やっぱりこういう真ん中にポッとあるボケっていうのは、これやっぱり何だろうって前ボケにならないんですね、うん、これはやっぱり疑問、これ何だろうっていう、まあ、何だろうと赤そばなんでしょうけど、その疑問になっちゃうので、はっきり外すか入れるかした方がいいですね、これ。うん、もうこれだと、このアングルだとこれにピントですね、多分。うん、真ん中の今ボケてるところ、そう、よくフォーカスポイントが抜けるとこういうことになりますけど、これちょっと邪魔になるので、狙いとしてはやっぱここに合わせるべきだと思います。うん、で、奥に合わせるときはこれを外すべきですね。ちょっぱり邪魔になりますね。うん、その合わせるところははっきり自分で決めてあげる、ここを見せたいっていうのを見せて決めて、それに邪魔になるところはなるべく排除していくというふうにした方がいいと思います。うん、ちょっと中途半端な位置にボケがあるので、これはどこから外した方がいいかなと思います。うん、この向こう奥に向かって上がっていくね、アジュレーションでこうずっと全部赤そばにしたっていうのはすごくうまい見方なので、それの中にあとどんだけお花を芸をさせるかっていうのをちょっと、やっていった方が、さっきの1枚目とこれ同じとこかな。あ、違いますね。うんうん、こういうふうにメリハリをつけてしっかり見せてあげた方がいいと思います。うん、3枚目、3枚目ですね。はい、これあれだ、あれだ、タイトル、アンノーンフラワー、アンノーンフラワー、そう、片岡先生と一緒に撮影させてもらった、思い出の1枚になりましたと、はい、一緒に思い出の1枚です、はい、思い出の1枚、ありがとうございます、いや実はですね、そば畑に行く手前の崖にですね、石にポコッと咲いてまして、午前中行った時咲いてなかったんですが、午後そうですね、咲いてて、はい、なんだろうと思って、ご飯後にですね、私がこう崖にへばりついて撮ってましたですね、ちょっと急な斜面のところに、はい、そうなんです、はい、この方ダルタニアンさん、はい、はい、いらしてですね、何を撮ってるんだということで、実はこれを撮ってるんだということでお話しながら、レフを使いながら、二人でごちゃごちゃ言いながら撮ったんですけど、いま、うん、だに私花の名前が分かんないんですよ。アンノンフラワーって書いてましたけど、はい、まあ、花の形はクロッカスに似てるんですけど、クロッカスは春なんですよね。そうですか、うん、秋先もあるのかな、わかんないんですけど、似てるし、玉すだれとかも似てるんだけど、葉っぱがないし、なんかわかんないんですけど、うん、ほんの一輪だけポコッと咲いてたんで、とても気になるんですけど、図鑑で調べてるんですけど、わかんないんですよね。まあでもそんな話をしながらですね、でも気になったもので撮ってたんですけどね、ダルタニアさんと一緒に思い出にさせていただきありがとうございます。はい、辰野工場のことを誇りとおっしゃってましたというありがたいコメント、ツイッターありがとうございます。ありがとうございます。うん、もしこの花も名前が分かればね、結構です。よろしくお願いいたします。はい、私も調べたんですけど、はい、すみません、未だに分かりません。クロッカスかなと思うんですけどね、秋咲きってあるかどうか分かんないよね。秋咲きのクロッカス、確かに春咲きのはずなんで、うん、でもクロッカスは誰球根植えたとも思えない、一輪だけだから、うん、野草だと思うんですけど、このために私、三省堂でですね、野草図鑑というのを買ったんですけど、出てませんでした。あ、そうですか。
ただ栽培種じゃないかと思うんですけど、うんうん、ちょっと未だに分かりません、はい。まあ、お花としてはでも撮影としてはね、この暗い、わざと暗くしたんだと思うんですけど、暗い中にこうお花をこう浮き上がらせて撮ってですね、こういう時はですね、もう逆にですね、周りもっと暗くしたても面白いですよね、うんうん、お花を明るくする、うん、わざと、そうすると結構あの重い感じになりますけど、結構面白い写真が撮れると思います、撮れるとか面白い写真にできると思います、うんうん。まあ、デジタルはその昔プロがやってたことを平気でこう自分たちできるので、ぜひですね、画像処理というのを皆さんやっていただいて、これだとね、おそらくオリンパスビューアーでもできると思います。真ん中明るいので、そのトーンカーブだけで調節しても面白いと思いますね。結構自由にできるので、グリグリやってみてください。あ、花組ではそういうのグリグリやるって言ってますので、花組用語が、はい、出ていくつか出てまいりますので、はいはい、そんなことをやっていただくと、またちょっとね、違った方向というか、自分の興味が、ある方向が確認できるので、やってみてください。明るいのが、お、意外と俺明るいの好きだったんだとかですね、うん、もう意外と俺暗いのいいんだなとかって思ったら、それをちょっと突き詰めていることができるので、撮ったまま出さないでですね、ちょっと自分の思った方向にやっていくと、写真がもっと楽しくなります。はい、はい、ですね、ということでですね、はい、あ、やっぱこれですね、1枚目ですね、1枚目、はい、うん、これは、まあ、いわゆるその王道ですけども、まあ、この手のパターンとしてはこのよくできているんじゃないかと思います、うん、この雲とのバランスもいいと思うんですね、さだらかでよく右と左によく分けて、ね、広角って難しいんですけど、うん、上手に捉えていると思います。だいたい変なものが映るんですよ、広角でやると後ろの方に、あ、広い範囲が映るんで、そうなんです、後ろにね、こうなんか変なおじさんが、その観光客が映ったりですね、下にこう枯れたものが映ったりとかするので、うまく処理、すごくうまく処理していると思います、うん、で処理をしながら、これ左の方に道があるんですよ、はい、それをね、避けながら、撮ってるので、上手に撮れてると思いますね、これ、うん、はい、処理の仕方とてもうまいと思います、はい、はい、じゃあ1枚目を、はい、はい、ロスト×ブルーですね、ブルーですね、はい、はい、はい、生さん、次ですね、はい、生さん、あ、生さんも、はい、旅館ですね、はい、では、3枚ですね、はい、タイトル1枚目、青空に向かって、コメントが、台風の影響か、そばが寝てしまっている中で、すくっと青空に向かって、凛々しく、咲いた赤そばを魚眼で狙ってみました、はい、1枚目ですね、はい、はい、この方も、魚眼で撮ってます、はい、魚眼、なんか、ね、今ブームになってまして、結構魚眼多いんですよね、うん、うん、さっきのアイリスさんもそうですね、撮ってますね、はい、売れてますね、レンズ、あ、いや、そういうもんじゃないです、はい、巻きが入ってます、やります、はい、これもさっきの骨格のね、一連の流れですよね、やっぱりブルーと雲とお花とね、はい、まあ、広角、超広角、魚眼ということで、狙いは同じだと思います、やっぱり色の綺麗さ狙ってますよね、で、これはやっぱりさっき言ったの周りにいろんなものが入るっていう、この端の花とかっていうか、ちょっとこれ微妙かな、うん、みたいな、ですよね、こう流れが来ちゃうので、これを入れるか外すかはちょっと微妙なところなんですが、うん、やっぱりこのその一連の流れとしては面白いと思いますけど、やっぱりちょっと魚眼っぽいところが効いてありますね、うん、このセンターのラインは歪まないので、この真ん中にこのラインを持ってきたところは、このお花がまっすぐ歪まないところがいいと思いますね、これはよく考えていると思います、うん、魚眼はセンターのラインは歪まないので、斜めでもセンターを取っているラインは歪みませんから、そういう縦にポッと持ってくると、このお花自体は歪まないので、狙い方としては、魚眼の使い方としては上手だと思います、うん、はい、でもちょっと横にちょっとなんかちょこちょこ入るのがとても気になるので、うん、それの処理をうまくしていけばいいと思います、はい、はい、2枚目ですね、はい、ピンクの妖精、はい、コメントが、定番です、望遠で周りを、ぼかし主題の赤そばを浮き立たせるようにという内容ですね、定番ですか、どれ見せていただきましょう、お、定番といえば定番ですね、はい、うん、まあ、ボケです、前ボケ、後ろボケっていう、うん、お花でよく使うあれなんですけど、それをもう色目で、皆さん、それを色目で表現するんですね、こうグリーンにしたり、ピンクにしたりっていう、それがテクニックというか、その技術になるんですが、これもデータが小さいので分かりませんが、ちょっとね、ピントが甘い気がするんですが、さっきからごめんなさい、モニターなんでよく分かりにくいんですけど、大丈夫、合ってると言えばそれで OK です。はい、ただそのさっきから言ってるこのモニターまで色目がこのねモニターでウェブで見ると見にくいんですが、見た限りちょっとやっぱ暗いのかなと、グリーンが暗くなると濁りが出てくるので、それがちょっと気になります、うん、で、こ
これも真ん中に置かずにですね、これもう少し左右に寄せてやるとちょっとあの横の膨らみ、あのサイドの広がりっていうんですかね、開けた方に広がりが出てくるので、あのそれのなんかこう余裕っていうんですかね、ちょっと余裕がなくなっちゃうんですね、真ん中にドカッと持ってくると、ちょっと左右に寄っけてもいいかなと思います。うん、あのまあ、定番ですけども、あの、まあ、その辺のもう一つ定番は真ん中に置かないことっていう、まあ、日の丸構図が悪いっていうわけじゃないんですが、割とそのカッチリして動きが取れなくなるので、ちょっと左右にずらしてやるっていうのは、まあ、もう一つの定番ですね。それもちょっと試してみていただけるといいと思います。はい、はいはい、では、3枚目ですね、はい、タイトルが、楽園、はい、コメントが、遊びに来ていた親子連れ、ピンクの楽園にすっぽりという感じでした、はい、という作品です。なるほど、さっきの子供たちではないでしょうね。あ、違いますね、はい、おお、違った、はい、はい、うん、これはさっきのね、あの、まあ、センターに持ってこないっていう一つの例なんですけども、うんうん、あの望遠で狙って、この露出が難しいですね。ちょっとグリーンが見えててもいいかなと思うんですけど、まあ、影の具合と光の具合で難しいんですが、どうですかね、これ一回抜いちゃいますかね、背景の畑の中に、うん、まあ、微妙なところですが、ちょっとやっぱりこの黒のラインがもう少し出してもいいかなと思うんですが、どうでしょうかね、デジタルは暗いところが強いのでやれば出てくるかなとも思うんですが、ちょっとこの辺が真ん中だけでもグリーンが出てたと、奥行きが出ると思います。これでパツッと真っ黒に見えちゃうんで、まあ、この辺がちょっとウェブの限界なんですけど、まあ、見えてるのかな、多分見えていますでしょうね、きっとコントラストが強くなっているので、ね、あとはですね、さっき言ったようにこのアクションですね、このお母さんが画面の外見てますね、はい、多分そうですね、うん、あの流れがですね、そうすると左のスペースが空いちゃうんですね、うんうん、これもやっぱりあの角度アクションを見ながらですね、ただ右端に持ってきて右端見てるのとはやっぱり動きが違ってくるので、この位置とあの視線の方向と、スナップってパッといいなと思ってパッと撮らないで、あの目線とか人の動きとかっていうのはかなり意味がありますので、目線動くのちょっと待ってあげた方がいいと思います、うん、狙い方はもう決まってますから、あとアクション、人のアクションも少し、待って、じっとり狙って撮るっていうのもスナップですから、うん、一つあのそれを狙ってみるといいと思います。見てる方を開けるという、まあ、基本的にはそうですけども、うん、あのもうちょっとここで2人で話してるとか、はい、お母さんだけ遠く見てるじゃないですか、うん、ような気がするんですね、はい、うん、で子供たちのこうコミュニケーションがないとか、その、うん、あの人っていうのはやっぱりこう動きをとても重要なので、ちょっとその動きが、ちょっと弱いかなと思います、まあ、コミュニケーション2人話してるとか遊んでるとか立ち上がってるとか、これちょっと見た感じでお母さんが外を見てる感じに見えません？うん、そうですね、うん、はい、それはちょっと弱いかなと思うんですね、せっかくの面白い方なので、その辺をちょっと、次やるときに気をつければもっと面白くなると思います、はい、はい、楽園っぽくなると思います、はい、ちょっと楽園ではないかなと、うんうん、これもっとニコニコして2人がこういうふうに話してると、2人がね見合って話してるとちょっと楽園かなと思ったりもするんですね、うん、はい、はい、そのタイトルとその絵の動きですね、ぜひ気をつけてください、この3枚、はい、うん、これも行きたいんですけどね、これ、うん、1枚目ですか、1枚目こっちかな、2枚目ですかね、これみんなにこういいとこあるんですけどね、ちょっとね決め手にかけるとこなんですね、まあ、やっぱりこの3枚だと定番ですかね、2枚目ですね、はい、はい、2枚目、ピンクの妖精ですね、はい、ピンクの妖精、はい、これですね、 OK です、間違った、はい、はい、生さんの次は、はい、では続きましてですね、また先だよ、あ、ここですね、続きついて痩せ大根、痩せ大根、はい、あ、この方も熱心だったんですよ、はい、この方も遠くから来ていただいたみたいで、はい、痩せ大根、はい、まず1枚目がですね、一面に広がる赤そばの花で、コメントが、天気もよく一面に赤そばの花がきれいに咲いていましたというコメントです、はい、うん、これもあのさっき言ってたね、工房、これを見てくださいね、これ見てくださいね、 F22、はい、これも魚眼ですね、はい、これも魚眼ですね、はい、8ミリ、お、魚眼使われたんですね、うん、あの絞るとこういう工房出ますんでね、これどっかにハレーションかゴーストが出てないかな、ちょっと楽しみですね、見ます、
もうこれ魚眼っぽくないですね。そうですね。うん。うん。これ魚眼とは思えないですよね。そうですね。ええ。やっぱりこのセンターを通るラインじゃないですかね、きっと。ここが水平に見えてるから、歪みが少なく感じるんだと思います。ちょうど真ん中を通る対角線はですね、歪みませんから、そこをこ う, うまく持ってきたんじゃないかなと思いますね。うん、これは、うん、そういう使い方を知っ て使うのはかなり、上級者ですね。大概みんなこう歪んじゃうので、あ、そういえばこれがちょっとラインが出てますけど、うん、これはそんなに歪みが感じないですよね。うん、これはもううまく使ってると思いますよ。とても上手です。あとこの太陽の交番もいいですよね。キラキラとこの強い太陽の感じが出て。タイトルをですね、一面に広がる赤そばの花っていうんじゃなく、これちょっともうちょっと説明しなくていいと思うんですね。うんうん、赤そばでいいところですね。秋の日とか、なんかそういうイメージをこう喚起するようなタイトルにしてあげた方がいいと思います。一面に広がる赤そばの花のなんとかですよね。うん、一面に広がる赤そばの花がどうだったとかっていうのをそのタイトルにつけた方がいいので、うん、一面に花に広がる赤そばの花というのはこう説明になりますから、タイトルをちょっとね、ひねってあげると、この写真に来てくると思いますね。うん、撮影技術もいいので、この人もね、うまくこうちょっと点検小さく入れて、そうですね、うん、上手に撮れてると思います。魚眼の使い方も上手です。これ好きですね、太陽ね、いい感じですね。はい、うん、あとタイトルをねちょっと考えると、もっとかっこいい、バッチリかっこいい写真になると思います。はい、はい、次2枚目ですか。はい、どっちがとこやっちゃう。はい、これをはい消して、はい、はい、続きまして、2枚目ですね。タイトルが、可憐ですね。はい、コメントが、片岡先生の指導をいただきながらマクロレンズで撮影したものですと。いやー、これはいいに決まってますね。私が指導して、あ、違いますか。いや、ちょうどね、僕は近くにいられて、マクロをやってみたいということで、いろいろマクロを、はい、2人でやってたんですけど、はい、マクロの使い方みたいなのをごそごそやってたんですが、うん、ファンタジックフォーカスを使われて、柔らかいですね、柔らかい感じのね、お花の感じがよく出てると思います。うん、そうですね、これも大きくなるんですね。はい、うん、ファンタジックフォーカスを使うとですね、ややもするとちょっとフラットになりすぎるところがあります。ファンタジックフォーカスを使ってボケを出してちょっとコントラストを上げてあるんですね。まあ、これから先はちょっと画像処理というか、ソフトの使い方なんですが、オリンパスビューアーでもできますけども、これもトーンカーブを使ってですね、ちょっとですね、メリハリをちょっと作ってやると、ボケたままコントラストが上がってきますから、モリハリがつく写真になります。ちょっと眠い感じがするので、その辺をテクニックを覚えてくるとですね、いわゆる S 字補正ってやつですね、黒い部分、トーン補正の、暗い方を抑えて明るい方を上げてやるっていう、その S 字の形でコントラストが違ってきますから、これもとても綺麗なんですけど、それちょっとやってやるともう少しこう締まったピシッとした写真になってきますね。これぜひそれやってみてください。これ白飛びもないですしね、ピントもしっかりしてそうなので、うん、それやるとここ、とてもいいんじゃないですかね。ボケ具合もいいですね。前ボケも後ろボケも上手に入れられてると思います。うん、あと全体にこう仕上がりがちょっと眠くなっているので、少しコントラストをつけてもいいかなと思いますね。あとも一緒のこと真っ白にしちゃうとかですね。逆にですね、まあ、そっちにどっちかにこうメリハリをつけるっていう、全体ちょっと眠いので、その辺の工夫をしてみるとこれもっと良くなりますね。何パターンも写真が撮れると思います。うん、自分の好みに合った自分のトーンを見つけるためにですね、ぜひトーンカーブを触って、次行っていただきたいと思います。はい、はい、もういいですね。それで3枚目。では3枚目ですね。お、これまたずっと雰囲気がガラッと、はい、1枚目、2枚目、3枚目、あ、いいですね。はいはい、タイトルが、光を浴びて、コメントが、太陽の光に照らされて輝く、赤そばの花を撮影しました。うん、うんうんうん、これいいじゃないですか。これ多分ご自分で撮られたんですね。これきっとこういうトーンが好きなんじゃないかと思うんですけど、色合いもなんかいいですね。ですね、うん、これもというほどですかね。はい、のような、はい、感じですね。おちょっと黄色っぽい感じの、うん、多分これ気に入ってらっしゃるんじゃないかと思いますけど、うん、うまく下に落ちた影もその辺じゃないですね。これは面白いですね。後ろのボケ具合も上手です。ピントの調節もとても面白い。ピントの深さ、はい、後ろの花束のやつを全部ぼかして手前にぴったりピント合わせて、遠いほどで周りを落として、うん、面白い撮り方ですね。こういうのはなかなかね、狙って撮れるっていうか、その自分の持ってるものがこういうのが割と出やすいので、
多分こういうのが好きなんじゃない、割とこういうのが好きなんじゃないかと思うんですけど、これもとても面白いと思いますよ。これもやっぱり光を浴びて、これはタイトル短くていいですね。先に長く説明をしないっていう感じで、とてもいいんじゃないかと思います。これも素敵ですね。僕の勝手なイメージなんですけど、下のこの緑が花瓶のようにもなんか一瞬見えた。勝手ですけど。はい。花瓶ですか。はい。はい、あでもね、このグリーンはいいんですよ。あの下のこう、あの安定するっていうか、これがあって下が安定しているので、まあ、花瓶という見方もできますね。はい。まあ、うまくあのこの後ろボケ具合もピントの調節がとても上手です。はい、ナイスですね。色もいいですね。これ引いたらもっといいですね。多いじゃないですか、これ。これいいですね。このトイフォトも結構効いてますね。はい、そうですね。これだけやっぱりね、あの結構工夫してるんですね。これ絞り値が2、シャッター速度4000分の1っていうね、あのシャッター速度と F 値で、ね、両方使ってください、両極端。あの250の56ばっかじゃないですよっていう、250の56だったら、4282ですよね。250だから、500、1000、2000、2000分の1の28っていう、そういう組み合わせがいっぱいありますから、そういうふうに両全部スライドをさせながらですね、250の56ばっかり取らないっていう、どっちかを開放にしたり、シャッタースピードをもっと速くしてっていう。あのことをすると結構変わった写真が撮れますから、はい、トライをしてみてください。これはとてもいい例だと思います。はい、かっこいいですねこれ、はい。じゃあ続きましてですね。はい。はい、あいやこれ、ね、3点。うわこれどっちにしようかな。どっちにしようか。やっぱりこれが3枚目ですね。光を浴びて。光を浴びて。はい。はい。これいいと思います。はい。タイトルもいいんじゃないでしょうか。はい。はい。OK。できたら私の指導した人に欲しちゃった。あ、それいいですね。じゃあ続きまして、はい、下ですね。はい、すいません。OM1 が好きさん。続きまして、OM1 が好きさんですね。はい。OM さん来てますか？もう帰りましたか？表来てましたけど。はい、タイトルが、秘密、コメントが、閉ざされた秘密、浮かび上がる秘密、ざわざわと心が騒ぐ、3枚のうち一番私らしい撮り方。という。はい。その方はね、こういうのが得意なんですよ。これいいでしょ。なんか後ろの不思議な感じですよね、はい。これもこの方がですね、絞り値がゼロなんです。ゼロですか。これね、OM レンズを使ってるんだと思うんですね。はい、オールドレンズを使って、オールドレンズの収差を利用して写真を作ってるんですけども、まあ、昔収差っていうのは、よくないものとされてきたんですけども、デジタルでいろんなレンズが使えるようになってですね、逆にこういうのを使う方が結構今増えてまして、普通デジタルレンズ絶対出ないこういうボケ具合、これを作るのがですねとても得意な方ですね。これは綺麗ですね。で4000分の1っていう特殊な、まあ、特殊なというか目いっぱい使った、シャッターの幅を目いっぱい使った撮影、タイトルもちょっと秘密とかって、コメントもなんかすごく素敵な、はい、ただ気をつけなきゃいけないのはやっぱりこういうところ甘くなるんですね。オールドレンズというのはすごくピントが甘くなるので、甘くなるというかですね、ボケるハロって言いまして、収差ボケが出るんですね。ボワーっとした感じが出るので、それをこううまくこう処理してやらないとピンボケになっちゃいます。まあ、これはでもそこそこ来てるようなので、いいのかなと思いますね。ちょっと大丈夫ですねこれね、はい、このボケすごいですよね。これはなかなか面白いボケが出てます。こんな場所あったのかしらっていう、この方も一箇所に座り込んでずっと撮ってましたから、そうですね、はい、これ素晴らしいですね、はい、これはいいですね。次も OM レンズなんですかね。この方もだいぶ OM レンズを、ね、はい、手に入れたようで、はい、2枚目、ね、はい、2枚目、パワコイっていうんですかね、澄んだ朝日に輝く朝露を、まとい、はい、大きな気づいた、はい、はい、咲き始めた赤そばの花の初々しさに、私の気持ちも、ふんわりほんのりと、はい、いう内容です、これ同じ方の作品とは思えないようながっつり変わった感じですけど、これも OM レンズですね。OM レンズ、何の OM レンズ使ってるんですかね。 OM の50mm ですね。上も、そうですね、はい、50mm1.4 ですね、はい、50mm1.4。 もうこれがね、なかなかピント合わないんですよ。これも同じようですね、周りのこのいわゆる収差ボケっていうのを利用してお花をこう浮き上がらせる、周りをボケボケにしてこう真ん中を浮き上がらせるっていう、
で変な流れのボケができたりとか妙なボケができるんですけど、これがまた面白いんですね、うん、この辺が皆さん新しいこう写真やられた方のすごく面白いところで、昔はその良くないと言われたことを逆転に取ってるんですね、うん、素晴らしいんですね。最近私これ真似させてもらってます、私もこれであのオリンパスのオールドリング買いました一音を、カビ付き2800円で買いましてですね、今使ってます、うん、これは面白いですね、これでもちょっとこれはちょっと甘いかなと思うんですね。もうちょっとこう、合わしたいなという絞りがいくつだったか聞いてみたいですね。あ、開放だとちょっとやっぱり甘くなるので、ちょっと1つか2つ絞ってやると、この辺が真ん中がカチッときますから、28ぐらいにまで絞ってもいいかなという感じなんですけど、うん、今度あったら聞いてみます、これはこれでまたとても面白いと思いますね、うん、このお花のボケ具合とか素晴らしいと思います、うん、この方は本格的に始めて1年だそうです。あ、そうなんですか、はい、ほう、これも、これは OM、 これも OM90 マクロですね、はい、タイトルが空へ、ヘブンリーブルーの青い輝き、勢いのある、鶴ですね、ちょこんと、つぼみが、つぼみと若葉、若葉が、はい、空に導かれるようですと、はい、というコメントです、はいはい、空に伸びる朝顔の鶴、うん、おお、またちょっと花とは違った、おお、ね、いいですね、はいはい、ここですね、ピント、これこのピントですよ、うん、このピントでこうボケてきて、これピッとこう伸びるっていうかですね、うん、上に向かってのこうベクトルがね見えますよね、うん、上手ですね、うん、これもちょっと絞り聞いてみたいですね、下がもうちょっとボケるとは面白いなと思うんです。ちょうど前ボケでこうぼかしてね、ひまわりの花か、ひまわりじゃないや、朝顔の浜でぼかしてんじゃないかと思うんですけど、ここにピントがなかったらこう全然つまんない写真です。このピントは効いてますよね、うん、なかなかね、こういう端にピント合わせるってなかなか難しいんですよ。あ、そうですか、うん、難しいというか慣れてくればいいんですけど、どうしても真ん中にピント合わせちゃうんですね。あ、慣れないうちは端っこに画面の端っこにピント合わせるというのは、ね、やっぱりこうある程度その作画を考えてらっしゃるということですね、うん、そういうふうに考えて作ったからこういうことができていると思うんですけど、これは面白いですね。お花の写真というのは、これはなんかデザイン的な、とても、うん、秀逸なデザイン性を感じますね、うん、これいいですね、はい、これタイトルなんですよ、タイトル空へ、はい、これも素晴らしいです、いいですね、うん、もう今回なかなかいいんじゃないでしょうかね、はい、あ、違うとこ行っちゃった、どこ行っちゃった、あ、これですね、はい、はい、時々変な操作しちゃうんですが、うん、はい、すいません、はい、じゃあ3枚ですね、はい、OM シリーズですね、はい、この3枚別々、うわー、これはどうしよう、どっちにしようかな、ゲー、いいですね、両方行きたいんですけどね、私個人的にこれが好きなんですけど、まあご本人に、うん、これもいいですね、これしましょうか、1枚目、はい、はい、秘密という作品ですね、はい、タイトルも好きですね、秘密、うん、ちょっとなかなか撮れそうで撮れない写真なので、うん、これはなかなか面白いと思いますね、これはちょっと他の人なかなか真似できないんじゃないですかね、うん、これは面白いと思います、はい、これをじゃあ、はい、秘密、はい、はい、これちょっとドキドキしますね、はい、いいと思います、これを選ばせていただきます、 OK です、はい、はい、では続きまして、はい、すいません、巻きが入りました、清さん、はい、清さんですね、はい、清さん、これは清さんはですね、ちょっと何回かに分けてきてまして、アルバム、まず、あ、はい、そうですね、はい、1枚目がですね、1枚これですね、こちらですね、はい、ヘブンリーブルー、ヘブンリーブルーというタイトルで、はい、朝方のヘブン、あ、すいません、はい、近くも出した、はい、ヘブンリーブルー畑の青さは素晴らしかったです、地面に落ちた青空のかけらのようでしたと、この文才、素敵なコメント、コメントでいいですね、ちょっと思わず清さんの顔が浮かびました、はい、はい、こうですね、お、清さんさっきなんかツイッター入ってましたね、あ、そうですね、はい、ありがとうございます、うん、ヘブンリーブルー、お、清さんもあれですね、確か朝一で行かれたんですね、うん、ヘブンリーブルーの畑と赤そばに皆さん来る前にもすでに撮影を終わらせたグループの一人だと思います、もうやる気も万々ですね、素晴らしいですね、これもでも上手ですね、後ろのぼかし具合という、 こう丸ボケとか、丸ボケとそのなんかこの後ボケのこう中間のようなボケがずっとうまく入って、手前のこの朝顔のぼかし方も上手ですね、うん、ちょうどここに光が入って、この頬の中に入って、これが光ってます、ここで影なんですね、本当は影なんだけど、この多分こっちに光が入ってここは光ってるんだと思います、うん、これはだから面白いところを見つけましたね、うん、これはとても面白いと思います、
ただね、ちょっとやっぱりお花としては、ね、ちょっとやっぱこれ締めたからちょっと出てるとですね、あのもっとこう締まりが出てきますね、画面に。ちょっとで、ね、顔出してるとですね、なかなか、そこが難しいんですけど、特にこういう朝顔のようなやつは中に入ってるので、こう覗き込んでいくと角度が良くないとかですね、後ろが悩ましいとかなんですけど、これも全体付けがとても上手なので、ちょっとこういうなんか、ね、答えをね、ちょっとこう先っぽが覗くようなすると、そのお花の全体の雰囲気と締まりが出てくるという感じが、します。もうこの絵はもうテクニックはこれままいいので、あと見るときの角度です、何枚かこう角度を変えながら、ちょっとこう、ちょっとこう顔を覗かせるとこが取れればいいなと思いますね。これはもうあのいいと思いますね。色も綺麗ですし、これは素晴らしいですよ。はい、はい、やっぱしべですね。しべちょっとあるといいですね。はい、おっと、おっと、はい、はい、では2枚目がですね、先にタイトルをじゃあもう申しましょうか。はい、青空と緑の山と赤そばと、で、はい、コメントがですね、綺麗に澄んだ高原の青空の色と、緑深い、山間と、赤そばの色がハーモニーを奏でているようでしたと。もう1週間後であれば一面の赤となっていたと思うと残念ですと。はいですね、これかな、その後ですね、こっちが、はい、こちらです、はい、作品はこちらになります。そうですね、アートフィルターなし、はい、あ、はい、はい、3色、このまた不思議な色になってますね。ここ、あ、これ雲であってここ落ちてですね。へえ、これ不思議な雲が落ちてるんで、これ雲が落ちてるんですね。これ、ね、雲の影が落ちてて、もうその雲の影が畑の向こう側だけちょっと暗くして色が濃くなってるんですね、はい、なるほど、いいチャンスものにしましたね。これはいいじゃないですか。本当にあの同じところを撮っててもですね、こういう時にいつ空にいつカメラ向けによってこういう風に、ね、全然違うので、あの光は本当に一期一会ですね。あの同じとこ行っても全然写真、同じ写真が出てこないっていうのは、これが面白いですよね。雲がどんどん動いて、風が吹いて、どんどん景色が変わっていくっていうことですね。もう一瞬かくんであれば、はい、もう一回行ってくださいって感じですけど、あの、あのでも色目はいいので、ただやっぱりね、あの青空と緑の山と赤そばとって書いてますけども、こういう写真の時は、ね、必ず人に目が行きます。人ってね、それで大きいんです。動物とかで人はね、必ず目を引きます。だからこれ見た時にですね、青空も行きます、緑山も行きます、赤そばも行くんですけど、やっぱり人に目が行くんですね。でそう、人をこういうふうに目がちょっと典型でも入れてくると、あのその人に意味が出てきます。でこのやっぱりアクションがとても大切になります。タイトルの付け方もそっちの方向に行った方が私はいいと思います。あのいいとこ見つけていい撮ってるんですけど、やっぱりこの特にこういうカメラ構えてる方は特徴的ですよね。でパッと見た時にですね、やっぱりね、おこの人何してんだろうっていうふうに目が行くんですね。写真というのはそういうふうに、あの写真というか、ね、人の脳がそういうふうに認識するんですね。人の脳はパッと見たときにこう動物とかにやっぱり目がいってさっと解析するんですけど、それを写真として見せるときに、その人の動きってとても大切になります。これやっぱり撮影班ですよね、みんなこう全体の。あ、この人はね、さっき先ほどのあれ、ね、上にいた人ですね。はい、そうですね、どこ行っても邪魔して、いや、そうじゃないですね。この撮影しかない、はい、存在感がある方、はい、はい、ね、はい、だからこういう人の動きをやっぱり入れるときにこのちょっと注意が必要ですね。はい、これ3人が狙ってると面白いですよ。例えば、もう3人がカメラ回ってるとかしてると面白いんじゃないかと思うんですね。やっぱりこの人のアクションがやっぱちょっと中途半端かなと思うんですけど、そういうふうにこの人の動きには必ずこう意味をつけていかないと、全体の風景としてはこのマイナス要因になります。そこがチェック時ですね。このいい、すごくいい空も撮ってて、ここがちょっとやっぱりちょっと気になるところですね。入れる場所もいいですよね。よくまあ三三って言いますけど、この辺に来るんですけど、まあ、あのちょっとずれてるけど、これがまたそれがいいですよね。端っこにいて広がりが出てね、すごくいいと思います。だからちょっとあのこのアクションが弱かったということですね。このおっさんのちょっといいアクションを待ってですね、このお方ですね。あ、ごめんなさい、はい、このお方の、はい、カメラマンのいい動きを待って撮ればよかったかなと思います、はい、まあ、これぐらいだったら、人も分かんないのこれぐらいだっていいと思うんですけどね、表情が思い切り分かんなければ載せても大丈夫じゃないかなと思うんですが、カメラ構えてるともっと分かんないので、その辺のことを最近ちょっと気をつけなきゃいけないので、ちょっと、その辺も気をつけていただければと思います。はい、それで3枚目ですね。はい、3枚目ですね。3枚目。はい、ちょっとこの、はい、そこですね。ここですね。はい、タイトルが赤ソバージュ。コメントが、ふんわりとした前ボケ、後ボケに包まれた小さな可愛い赤そばの花は、ちょうどソバージュをかけた少女のようでしたと。はい、コメントが。コメントもですね。清さん、文章いいですね。
ええ、なかなか1枚も良かったですもんね。はい、詩のような、詩人です。おう、なるほど。ソバージュ、私はソバージュって言ったら少女というよりもちょっとね、お姉さん系の方を思い出します。あ、はい、ごめんなさい、はい、すみません、ノーコメントで、はい、個人的です。はい、そうですね。あ、これもこれも前ボケって書いてますけども、うまくボケを使って、前ボケ後ろボケっていう、まあ、いわゆる一つの定番ですけども、どうですかね、これ私はこの位置的に、ね、ちょっとこれはこの位置はないと思うんですね。全体をぼかすんであればですね、もっとこう寄ってこのボケたとこだけにするとかですね、このグリーンの中にこのちょうどお花にかけるようにボケがあるっていうのはちょっとやっぱり邪魔な気がします。さっき広角で真ん中ボケたのありましたね、はい、あれと同じような感じになるんですね。ちょっとこれが邪魔してるかなと。お花の感じがすごくよく出てるので、ポワッとした感じ、うん、まあ、これがそのいわゆるソバージュに例えたんだと思いますけど、うん、ここだともっとがっつり寄っちゃってもいいんじゃないかと思うんですね。そのどうしてもその周りとのこうなんていうのかな、ここだけにこうすごく前もってこう邪魔が入ってるような気がする、うん、ソバージュというにはちょっと存在が大きすぎるかなと思うんですね。まあ、それはまあ作者のあれ好みにもなるんですが、絵作りとしてはやっぱりこの周りにこうグリーンの縁が入っちゃってですね、うん、このやっぱりこの位置はちょっと少し考えだと思いますね。前位置のボケの位置を例えばこっちの半分にしちゃうとかですね、こっちの半分にしちゃうとか、こう山にするとかですね、すると、だいぶ変わっていくと思うんですね、うん、グリーンとピンクってすごく相性がいいんですけど、真ん中にピンクばかりポコッときちゃって、やっぱりこれ目がいってしまう、これがやっぱりこう絵作り的にはちょっと辛いかなと思いますね。ピントもしっかりしてるし、これなかなかいいレンズ使ってるじゃないですかね。あ、150mm ですね。はい、いいレンズですね。キレもいいですね、これは、うん、なかなか名曲なので、逆に言うとこれぼかしやすい、とてもぼかしやすいレンズなので、その辺をうまく使ってやった方がいいと思いますね。キレもすごく良いので、このカメラの位置を変えたりですねするだけで変わるしですね、最悪ちょっと前ボケの話をちょっと動かしてやるとかですね、私神の手って言いますけどね、撮影者がちょっと触ってあげるとかですね、よく皆さん慣れた方は洗濯バサミ挟んだりする方がいますけど、洗濯バサミはやめてください。植物傷みますから、手で軽く触ってやるとこれ動かすだけでだいぶ違ってきます。あともうカメラ位置を変えればいいわけですから、それの、ね、工夫をして一つしてみるといいと思います。まあ、そのためにもですね、150の2っていうのを三脚に据えてですね、そこに置いたままやると、自分は動けますから、お花とシャッターボタン、三脚やってもらえると、いろんなことができます。はい、覗かなくてもいいです、そんなこともしてみてください。うん、これはもう、狙いも技術もしっかりした方なので、あとはそういう絡みですね、うん、比率、ピンクとグリーンのこの位置の比率を、考えると良くなると思います。はい、はい、3枚。最初の方に、はい、3枚まとまってましたね。うん、あ、そうか、まとめた。はいはい、うわ、どれでしょうかな。どれでしょうかな。ヘブンリーブルーかな。これちょっとシビが欲しいのかな。でも俺はうまく撮れてるので、ヘブンリーブルー。ヘブンリーブルー。はい、タイトル違いましたっけ。そうですね。はい。タイトルヘブンリーブルーです。はい、キヨさん、これちょっとシビちょこっと出すとだいぶ良くなりますので、今度は少し、狙ってみてください。うん、いいボケ具合で出してると思います。はい。はい、じゃあこれ入れます。はい。とりあえずそんなことで、時間が、ね、はい、以上で、皆様の、好評が、終わりました、はい、うん、ですね、はい、はい、これで、そうか、選ばなきゃいけないですね。そうですね、はい、はい、だいぶ時間も、ちょっと9時を過ぎてしまってるんですけれども、これからですね、片岡先生の方に、今度は選評ということで、今回ですね、最優秀賞と、はい、インスパイア賞、はい、あと技術賞、はい、を、選んでいただけるということに、はい、なっておりまして、この後ですね、少し先生の方にですね、どの作品にするか、選んでいただきますので、ちょっと、音の方ですね、音楽に切り替えさせていただきまして、少しお待ちいただければと思います。じゃあミュージックどうぞ。
決定されました。はい、はい、それではですね、だいぶ先生悩まれてたんですけども、3つの作品が決まりましたので、発表させていただきたいと思います。それではまず、技術賞ですねから技術賞、はい、よろしくお願いいたします。はい、ですね、先ほども見ましたけど、最近あのペンになってからいろんなことができるようになりました。はい、それをですね、もう実際実践してバンバンやってらっしゃる方がいます。作品にも生かしてますので、皆さんにもちょっと真似をしていただきたいと思いましてですね、まず技術賞、はい、リンナさん、リンナさん、はい、はい、タイトルが朝露の妖精、朝露の妖精1枚目の作品ですね。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ちょうどあのこの方も朝一で行ったと思うんで、帰ってきた時からね、お話を聞いて、あの2枚合成でピント合わせたのとぼかしたのをこう、はい、うまくこう合わせて作りましたというお話を伺いましたですね。はい、ああみんなこういうのをもう平気で使ってんだということですね。これはもうあの面白いのでですね、ぜひやってください。私もあのフォトショップなんかで疑似でやってたんですけど、あのやっぱりこう2枚の合成の方があの面白いのが作れるみたいですね。あの強さも変えられたりとかするので、うん、あの同じやつを三脚を使ってしっかり合わせたのとぼかしたのと2枚、26個って言うんですよね、多重6個を使って1枚の絵にすると、ぼかし具合とピントの合わせどころで全然違った写真が出てきますから、それをですね、そんなこともできます。まあ、東京にいらっしゃる方はですね、先ほど言いましたけどプラザの入り口に左側にあの吉純先生の同じような技術のバラの花が飾ってありますので、それも見ていただければと思いますが、そういうテクニックを使ってですね、ちょっとお花の違った写真を撮っていただきたいと思います。はい、ということで技術賞、はい、おめでとうございます。リンナさんです。はい、では、続きまして、インスパイア賞ですね。インスパイアとはどんな賞なんですかね。はい、インスパイア、ですね、触発するとかですね、こうなんかこう、はい、なんつうかね、あのこう気持ちをそう盛り上げてくれるとかですね、そういうことなんですけども、インスパイアするとこう、はい、気持ちを盛り上げてくれる写真、まあ、技術的にはとかですね、作品の決まったものとかそういうんじゃなくてですね、こう見たとき、ああなんかいいなとか、衝撃が走るような、そうざわざわっとするような気持ちに なるような写真ということなんで、はい、まあ、だからあのそのテクニック的にどうのとかじゃなくてですね、全体的なの全体のイメージで、決めていたいと思います。私それ結構、はい、あの高評価でもやるんですけども、うん、あのまあ、かといって技術が少ないダメだというわけじゃないですよ。技術があるんですけども、そっちの方がこう勝ってるというような写真を選びたいと思います。うん、はい、はい、それではよろしくお願いします。はい、ガツガツ、どこ行った、どこ行った、ドキドキしますね。はい、どこだ、あれどこ行きましたか、どこに行きました、あいなくなりました、あいてた。はい、OM1 が好きさん、はい、タイトル秘密という作品ですね。はい、はい、これやっぱりあの OM 今流行ってるんですけど、はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、先走りました、先走りました、はい、今流行のね、皆さん OM のレンズを使ってやる表現なんですけども、なかなかね、これはね、これはうまく撮ってますね。うん、浅いピントをうまく撮ってますので、これ色も面白いですしね、うん、ぜひちょっと皆さんもあの中古レンズ今安くなってますから、ぜひね、ペンの方はトライしてみてください。こういう面白いこともできます。これなんかそのうまく撮ったよりもこれなんかちょっとザワザワっとしませんか、うん、なんかすげえなっていう、そうですね、うん、でタイトルがまた秘密ときましたよね。ちょっと、インスパイアされました。インスパイアされました、はい、これもちょっと行ってみたいな、やってみたいなっていう、そうですね、はい、はい、こんな写真も撮れます。はい、ぜひ、皆様試してみてください。はい、はい、おめでとうございます。はい、はい、それでは、よろしいでしょうか。はい、最後ですね、はい、本撮影会の最優秀賞を発表させていただきたいと思います。もう行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんお答えしておきます。またかと思いでしょうがまたかと思いでしょうが、うまいものはしょうがないと言っただけでもう半分以上の人が分かっていると思いますが、やっぱアイリスさんですかね。うん、ね、今輝きですね。これ選んですね。はい、タイトル、今輝き、今輝き、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。やっぱりね、この方の作品はね、またかと思うんですけど、もういいでしょっていうねあげたくないかなと思うんですけど、やっぱうまいんですね。もう卒がないですね。何を撮っても卒がないです。魚眼でこれだけでも撮れる方はなかなか少ないと思います。うん、構図といい、光
械の扱いといい、まあ機材の扱いといい、ちょっと本当にあの真似するのはところね、真似をしそうできそうでできない写真なので、このヘブンリーブルー、ちょっと赤そばじゃないんですけど、まあ赤そばの里ということですね、朝一で皆さんと撮りに行って、他にも出てましたので、いい入り具合、光の入り具合、これ最優秀作品に決めさせていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。あれなんか持っているぞみんな。あ、外にもいっぱいいらっしゃいますね。はい。はい、皆さんいらしてます。はい、外にあの感染されてる方がですね、いっぱい今日いらっしゃってます。ありがとうございます。以上でですね、はい、優秀賞含めて、終わるんですけども、はい、最後に先生、まあ、総評といいますか。あ、先生そうですね。すみません、失礼しました。当日先生が撮影されました、作品、今日先生の方にお持ちいただいておりますので、そちらを、ちょっとご覧になっていただければと思います。はい、はい、どれか出てますか。それが出てますか。はい、はい、まずはこちらですね。はい、はい、ですね、これ、あ、それですね、稲の紅玉、稲の里の赤い紅の、玉ですね、紅玉、まあ、ルビーのことですね、うん、稲の紅玉というタイトル、まあ、1枚、2枚撮ったんですけども、稲の紅玉、これも先ほど書いている青い空と、お花のコントラストということで、これをみんなで撮りながら、先ほどの方とお話をしました。はい、すみません、どうでしょうかね、皆さんと違うところはですね、おそらくね、レフ板だと思うんですよ、うん、あのお花の下のグリーンがすごく出てると思いますね。影がないですね。あそこもね、レフで当てて明るくしたんです。で、グリーンが鮮やかに出てると思います。うん、その辺が皆さんと違うところだと思うので、まあ、その辺のね、あのお花の下の影の部分も出てると思うので、これはかなりあの有効ですから、レフ板をね、ぜひ使ってみていただきたいと思います。うん、稲の紅玉1ですね。はい。その数千円のやつでこれだけ変わると。はい、そうです。1000円でこれだけ変わります。ということですね。はい。じゃあ続いて、2枚目の。2枚目。はい。はい、稲の紅玉2ですね。これは実を言いますとですね、私のレンズじゃないんですね。参加者の松木さんって方がですね、はい、確か松木さんですね。あ、そう、はい、あのオリンパスの OM の 1.2 をですね、はい、どうだっていうことでですね、使いこなせるかっていうことでですね、渡されたのでよしっていうことでチャレンジしました。ピントが合わないんですよこれが。まあでもあの最初開放で撮ってましてね、マクロのように開放で撮ってたんですが、ピント合わないのでもう一回同じところに行ってですね、これちょっと4ぐらいまで絞ったんですけど、これまああの先の方の花にはピントが来てると思います。うん、それでちょっと雰囲気を出しつつぽわっとした感じに、撮ってみました。稲の紅玉、稲の紅玉ね、稲のルビー、にですね、これ2枚合わせ1組であの出したいなと思ってるんですが、どうですかね、皆さんの作品があまりいいのでちょっと出しづらかったんですが、しまったら最初に出してればよかったなと思ったんですけど、そんな感じであの、はい、私が撮ってみました。その広角の使い、まあ、広角1枚目はですね、P3 の1442の、はい、はい、1442の 24mm 側にですね、マクロコンバーターをつけて、1枚目のこれですね、もうこれレンズの先2センチか3センチぐらいです、うん、あのマクロコンバーター結構面白いですよ、そうですね、でこれは P3 の標準ズームで撮りました。うん、まあ、あと2枚目のお花のアップが先ほど言ったね、 OM の 1.2 の、OM レンズですね、はい、OM レンズですね、ボケボケの、でこれもトーンカーブで少しコントラストをつけてます、うん、はい、そんな感じですね、はい、稲の紅玉です、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんも、参考に、していただければと思います。はい、はい、あ、一つお知らせいいですか。あ、どうぞ。はい、この11月の23日にですね、はい、あれ、お寺、あの、もみじを取りに行きます。はい、何、お寺何でしたっけ。平林寺、平林寺ね、はい、大統領平林寺の撮影会やりますので、まだ若干間空きがありますので、ご視聴される方はぜひいらしてください。はい、はい、お待ちしてます。はい、じゃあ11月の23日と、12月7日、2回で1回の講座ですね。撮影会と講演会ですね、はいはい。もしご興味ある方は、お申し込みいただければと思います。はいはい、そうですね。以上で、赤そばの里を取る講座の方、終了とさせていただきたいと思います。はい、あ、そうですね、いろいろ今日コメントいただきましてありがとうございます。はい、ちょっと全部ご紹介はできなかったんですけれども、今回の撮影会に参加された方、いろいろな方ですね、
チョコママさんは、相変わらず、組ベタですねとですね。コメントが来てます。はい、コメントが。はい。はい。はい、あとは、あと、痩せ大根さんが温かい中にも、厳しい好評すごく身に染みました、はい、タイトルはもう少し考えて、つけてみたいと思います。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます、はい。これ見られるんですよね。あ、そうですね、見れます。はい。はい。はい、アーカイブも残りますので、はい、ぜひ今日ちょっと途中からとかですね。見れなかった方はまたご覧になっていただければと思います。はい、やりにくいな。はい、では、よろしいでしょうか。はい、はい、以上で、高評価会の方終わりにしたいと思うんですけども、次回ですね。あ、総評いただいてないですね。あ、総評ですか。はい、総評、はい、ちょっと。いや、まああのぶっちゃけ最近ねレベル高いんですよ、はっきり言って。あの先生できないんですね、皆さんの上手で。いつもね私がこういつもインスパイアされてます。うん、いろんな技術的なこともね皆さん新しいことをやるの早いので。ちょっと私がついてくるの精一杯って感じですね、でもそこはですね私の口八丁手八丁でごまかしていこうと思ってますので、負けないように頑張ります、はい、また次もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。では、以上で、すみません終わりにさせていただきたいと思います。で次回ですね、11月14日に、また、オリンパスライブユーストリーム、あります、内容はですね今出てるかと思うんですけれども、吉住志保先生をお呼びしまして、新企画ペンで始める楽しいお花撮影の基本という、講座がありますのでお時間の方はぜひご覧いただければと思います。はい、ではこれで今日は放送を終わりにさせていただきたいと思います。片岡先生、本当に今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ、はい、では応援に来ていただいた方どうもありがとうございました。いいの、やりにくい。じゃあこれで終わりまーす。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、大丈夫でしょうか。はい、はい、はいはい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでフェードアウトしちゃったかな。はい、はい、あの音声を音楽に切り替えさせていただきますので。はい、はいはい、じゃあ放送して。